1私は時々思うことがある探偵小説家というものには2種類あって一つの方は犯罪者型とでもいうか犯罪ばかりに興味を持ちたとえ推理的な探偵小説を確認しても犯人の残虐な心理を思うさま書かないでは満足しないような作家であるしもう一つの方は探偵型とでもいうかごく健全で日的な探偵の経路にのみ興味を持ち 犯罪者の心理などには一向頓着しないような作家であると。そして、私がこれから書こうとする探偵作家王へ春礼は前者に属し、私自身はおそらく後者に属するのだ。したがって私は犯罪を取り扱う商売にもかかわらず、ただ探偵の科学的な推理が面白いので、いささかも悪人ではない。いや、おそらく私ほど道徳的に敏感な人間は少ないと言ってもいいだろう。 そのお人よしで善人な私が偶然にもこの事件に関係したというのがそもそももことの間違いであった。もし私が道徳的にもう少し鈍感であったならば、私にいくらかでも悪人の素質があったならば、私はこうまで後悔しなくても済んだであろう。こんな恐ろしい疑惑の淵に沈まなくても済んだであろう。 いや、それどころか、私はひょっとしたら今頃は美しい女房と身に余る財産に恵まれて、ほくほくので暮らしていたかもしれないのだ。事件が終わってから大分月日が経ったので、ある恐ろしい疑惑はいまだに解けないけれど、私は生々しい現実を遠ざかって、いくらか解雇的になっている。それでこんな記録めいたものも書いてみる気になったのだが、 そして、これを小説にしたら、なかなか面白い小説になるだろうと思うのだが、しかし私は終わりまで書くことは書いたとしても、直ちに発表する勇気はない。なぜと言って、この記録の重要な部分をなすところの小山田氏変死事件は、まだまだ世人の記憶に残っているのだから、どんなに変名を持ち、住職を加えてみたところで、誰も単なる空想小説とは受け取ってくれないだろう。 したがって広い世間にはこの小説によって迷惑を受ける人もないとは限らないし、また私自身それが分かっては恥ずかしくもあり不快でもある。というよりは本当を言うと私は恐ろしいのだ。事件そのものが白昼の夢のように正体のつかめぬ変に不気味な事柄であったばかりでなく、それについて私の描いた妄想が自分でも不快を感じるような恐ろしいものであったからだ。 私は今でもそれを考えると、青空が夕立ち雲でいっぱいになって、耳の底でドロンドロンと太鼓の音みたいなものが鳴り出す。そんな風に目の前が暗くなり、この世が変なものに思われてくるのだ。そんなわけで、私はこの記録を今すぐ発表する気はないけれど、いつかは一度これをもとにして私の専門の探偵小説を書いてみたいと思っている。これはいわばそのノートにすぎないのだ。 絵や詳しいい心覚えに過ぎないのだ私は、だから、これを正月のところだけで、和女は余白になっている古い引き帳へ、ちょうど長々しい日記でもつける気持ちで書きつけていくのである。私は事件の記述にせんだって、 この事件の主人公である探偵作家王へ春泥の人となりについて、作風について、また彼の一種異様な生活について、詳しく説明しておくのが便利であるとは思うのだけれど、実は私は、この事件が起こるまでは、書いたものでは彼を知ってもいたし、雑誌の上で議論さえしたことがあるのだけれど、個人的な交際もなく、彼の生活もよくは知らなかった。それをやや詳しく知ったのは、事件が起こってから、 私の友達の本田という男を通じてであったから、春泥のことは、私が本田に聞き合わせ調べ回った事実を書くときに記すこととして、出来事の順序に従って、私がこの変な事件に巻き込まれるに至った、最初のきっかけから筆を起こしていくのが最も自然であるように思う。それは昨年の秋、10月半ばのことであった。 私は古い仏像が見たくなって、上野の定質博物館の薄暗くガランとした部屋部屋を足音を忍ばせて歩き回っていた。部屋が広くて人気がないので、ちょっとした物音が怖いような反響を起こすので、足音ばかりではなく、咳払いさえはばかかられるような気持ちだった。博物館というものが、どうしてこうも不人気であるかと疑われるほどそこには人の影がなかった。 陳列棚の大きなガラスが冷たく光り、リノリウムには小さな埃さえ落ちていなかった。お寺のお堂みたいに天井の高い建物はまるで水の底にでもあるように、しんかんと静まり返っていた。ちょうど私がある部屋の陳列棚の前に立って、古めかしい木彫りの菩薩像の夢のようなエロティクに見入っていたとき、後ろに忍ばせた足音とかすかな絹ずれの音がして、 誰かが私のの方へ近づいてくるのが感じられた。私は何かしらぞっとして前のガラスに映る人の姿を見たそこには今の菩薩像と影を重ねてキ喜チ条のような絵の合わせを着た品のいい丸曲げ姿の女が立っていた女はやがて私の横に肩を並べて立て止まり私の見ていた同じ仏像にじっと目を注ぐのであった 私は、浅ましいことだけれど、仏像を見ているような顔をして、時々チラチラと女の方へ目をやらないではいられなかった。それほどその女は私の心を引いたのだ。彼女は青白い顔をしていたが、あんなに好もしい青白さを私は捨てみたことがなかった。この世にもし人魚というものがあるならば、きっとあの女のような有縁な肌を持っているにそういない。どちらかといえば昔風の売りザ顔で、眉も鼻も口も首筋も、 肩もことごとくの線が湯に弱々しく、なよなよとしていて、よく昔の小説家が形容したような触れば消えていくかと思われる風情であった。私は今でも、あの時の彼女のまつげの長い、夢見るようなまなざしを忘れることはできない。どちらが初め口を切ったのか、私は今妙に思い出せぬけれど、おそらくは私が何かのきっかけを作ったのであろう。 彼女と私とはそこに並んでいた陳列品について日本三古渡航を聞き合ったのが縁となって、それから博物館を一巡して、そこを出て上野の山内を山下へ通り抜けるまでの長い間、道連れとなってぽっつりぽっつりといろいろのことを話し合ったのである。そうして話をしてみると、彼女の美しさは一段と風情を増してくるのであった。中にも彼女が笑うときの恥じらいがちな、 弱々しい美しさには、私は何か古めかしい油絵の聖女の像でも見ているような、またはあのモナリザの不思議な美少を思い起こすような、一種異様の感じに打たれないではいられなかった。彼女の糸切り場は真っ白で大きくて、笑う時には唇の端がその糸切り場にかかって、謎のような曲線を作るのだが、右の方の青白い皮膚の上の大きな黒子が、その曲線に照合して、何とも言えぬ優しく懐かしい表情になるのだった。 だが、もし私が彼女の甲にあの妙なものを発見しなかったならば、彼女はただ上品で優しくて弱々しくて、触れば消えてしまいそうな美しい人という以上に、あんなにも強く私の心を引かなかったであろう。彼女は巧みに絵紋を繕って、少しもわざとらしくなく、それを隠していたけれど、上野の山内を歩いている間に、私はちらと見てしまった。 彼女の甲にはおそらく背中の方まで深く赤あざのような太い耳すばれができていたのだ。それは生まれつきのあざのようにも見えたし、また、そうではなくて近頃できた傷跡のようにも思われた。青白い滑らかな皮膚の上に格好のいいなよなよとした甲の上に赤黒い毛糸をはわせたように見えるその耳すばれが、その残酷味が不思議にもエロキックな感じを与えた。それを見ると、 今まで夢のように思われた彼女の美しさが、にわかかに生々しい現実味を伴って、私に迫ってくるのであった。話している間に、彼女は格子会社六六商会の出資社員の飛距離である実業家小山田六郎氏の夫人、小山田静子であったことが分かってきたが、こうなことには彼女は探偵小説の読者であって、 ことに私の作品は好きで愛読しているということでそれを聞いたとき私は続々するほど嬉しかったことを忘れないつまり作者と愛読者の関係が私たちを少しの不自然もなく親しませ、私はこの美しい人とそれきり別れてしまう本意なさを味わなくて済んだ。私たちはそれを起縁に、それからたびたび手紙のやり取りをしたほどの間柄となったのである。 私は若い女のくせに人気のない博物館などへ来ていた静子の上品な趣味も好ましかったし、探偵小説の中でも最も理知的だと言われている私の作品を愛読している彼女の好みも懐かしく、私は全く彼女に溺れきってしまった形で、誠にしばしば彼女に意味もない手紙を送ったものであるが、それに対して彼女はいちいち丁重な女らしい返事をくれた。独身で寂しがり屋の私は、 こここのよううななゆかしい女友達をを得たこととどんんに喜んだことであろ小山田静子と私との手紙の上での交際はそうして数ヶ月の間続いた文通を重ねていくうちに私は非常にびくびきしながら私の手紙にそれとなくある意味を含ませていたことを否めないのだが気のせいか静子の手紙にも通り一遍の交際以上に誠につつましやかではあったが 何かしら温かい心持ちが込められてくるようになった。だーけて言うと恥ずかしいことだけれど、私は静子の夫の小山田六郎氏が、年も静子よりはよほどとっていた上に、その年よりも老けて見える歯で、頭などもすっかりはげのぼっているような人だということを苦心をして探り出していたのだった。それが今年の二月頃になって静子の手紙に妙なところが見え始めた。 彼女は何かしら非常に怖がっているように感じられた。この頃大変心配なことが起こりまして、夜も寝覚めがちでございます。彼女はある手紙にこんなことを書いた。文言は簡単であったけれど、その文言の裏に手紙全体に恐怖におののいている彼女の姿がまざまざと見えるようだった。 先生は同じ探偵作家でいらっしゃる大江春霊という方と、もしやご友達ではございませんでしょうか。その方のご住所がご分かりでしたらご教えくださいませんでしょうか。ある時の手紙にはこんなことが書いてあった。無論私は大江春霊の作品をよく知っていたが、春霊という男が非常な人嫌いで作家の会合などにも一度も顔を出さなかったので、個人的な付き合いはなかった。 それに、彼は昨年の中頃からパッタリ筆を取らなくなって、どこへ引っ越してしまったか、住所さえわからないという噂を聞いていた。私は静子はその通り答えてやったが、彼女のこの頃の恐怖はもしやあの大江春霊に関わりがあるのではないかと思うと、私は後で説明するような理由のために、なんとなく嫌な心持ちがした。 すると間もなく、静子から一度ご相談したいことがあるから、ご伺いしても支ささえないかという橋書きが来た。私はそのご相談の内容をろげには感じていたけれど、 まさかあんな恐ろしい事柄だとは想像もしなかったので、愚かにもウキウキと嬉しがって、彼女との二度目の対面の楽しさを様々に妄想していたほどであったが、お待ちしていますという私の返事を受け取ると、すぐその日のうちに私を訪ねてきた静子は、もう私が下宿の玄関へ出迎えた時に、私を失望させたほども打ちしおれていて、彼女の相談というのがまた、私の先の妄想などはどこかへ行ってしまったほど、異常な事柄だったのである。 私本当に思いいっって伺ったのでございます先生なれば聞いていただけるような気がしたものですから、でも、まだ昨今の先生にこんなだわったご相談をしましては失礼ではございませんかしら。その時静子は例の糸切り場と黒子の目立つ弱々しい笑い方をして、そっと私の方を見上げた。 寒い自分で、私は仕事机の旗に下の長火鉢を置いていたが、彼女はその向こう側に行によく座って、両手の指を火鉢の縁へかけている。その指は彼女の全身を象徴するかのように、しなやかで、細くて、弱々しくて、と言っても決して痩せているのではなく、色は青白いけれど、決して不健康なのではなく、握りしめたならば消えてしまいそうに弱々しいけれど、しかも非常に微妙な弾力を持っている。 指ばかりではなく、彼女全体がちょうどそんな感じであった。彼女の思い込んだ様子を見ると私もつい真剣になって私にできることならと答えると彼女は本当に君の悪いことでございますのと前置きして彼女の幼年時代からの身の上話を混ぜて次のような異様な事実を私に告げたのである。 その時静子の語った彼女の身の上をごく簡単に記すと、彼女の教理は静岡であったが、そこで彼女は女学校を卒業するという間際まで、しごく幸福に育った。たった一つの不幸とも言えるのは、彼女が女学校の四年生の時、平田一郎という青年の巧みな誘惑に陥って、ほんの少しの間彼と恋仲になったことであった。 なぜそれが不幸かというに、彼女は十八の娘の一数した出来心から恋の真似事をしてみただけで、決して真から相手の平田青年を好いていなかったからだ。そして、彼女の方では本当の恋でなかったのに、相手は真剣であったからだ。彼女はうるさくつきまという平田一郎を避けよう避けようとする。そうされればされるほど、青年の執着は深くなる。 果ては、深夜黒い人影が彼女の家の弊害をさまよったり、郵便受けに君の悪い脅迫状が舞い込んだりし始めた。十八の娘は彼女の出来心の恐ろしい報いに震え上ってしまった。両親もただならぬ娘の様子に心ついて胸を痛めた。ちょうどその時、静子にとってはむしろそれがこうであったとも言えるのだが、彼女の一家に大きな不幸が来た。当時経済界の大変動から、 彼女の父は美法のできない多額の借材を残し、商売をた,たんでほとんど夜逃げ同然に彦根財の一髄したしるべを頼って身を隠さねばならぬ羽目となった。この雪き瀬の境遇の変化のために、静子は今少しというところで女学校を中途退学しなければならなかったけれど、一方では突然の転託によって君の悪い平田一郎の執念から逃れることができたので、彼女はほっと胸なでおろす気持ちだった。 彼女の父親はそれがもとで病の床につき、間もなく死んでいったが、それからたった二人になった母親と静子の上にしばらくの間惨めな生活が続いた。だが、その不幸は大して長くはなかった。やがて彼女等がよう忍んでいた同じ村の出身者である実業家の小山田氏が彼女等の前に現れた。それが救いの手であった。小山田氏はあるかいまみに静子を深く恋して、 つててをを求めて結婚を申し込んだず子も小山田氏が嫌いではなかった年こそ10歳以上も違っていたけれど小山田氏のスマートな紳士ぶりにある憧れを感じていた縁談はスラスラと運んでいった小山田氏は母親と共に花嫁のずこを伴って東京の屋敷に帰ったそれから7年の歳月が流れた 彼らが結婚してから3年目かに、静子の母親が病死したこと、それからしばらくして、小山田氏が会社の業務を帯びて、2年ばかり海外に旅をしたことを記帳したのはつい一昨年の暮れであったが、その2年の間、静子は毎日茶、花、音楽等の師匠に香って、独居の寂しさを慰めていたのだと語ったなどを除いては、彼らの一家にはこれという出来事もなく、夫婦の間柄もしごく円満に幸せな月日が続いた。 夫の小山田氏は大の奮闘家でその7年間にめきめきと財を増やしていったそして今では同業者の間に押しも押されもせぬ地盤を築いていた本当にお恥ずかしいことですけれど私結婚の時小山田に嘘をついてしまったのでございますその平田一郎のことをつい隠してしまったのでございます 静子は恥ずかしさと悲しさのために、あのまつげの長い目を伏せてそこにいっぱい涙さえためて小さな声でこわもぞと語るのであった。小山田は平田一郎の名をどこかで聞いていて、いくらか疑っていたようでございましたが、私、あくまで小山田の外には男を知らないと言い張って平田との関係をひしかくしに隠してしまったのでございます。そして、その嘘を今でも続けているのでございます。 小山田が疑えば疑うだけ、私は余計に隠さなければならなかったのでございます。人の不幸ってどんなところに隠れているものか、本当に恐ろしいと思いますわ。七年前の嘘が、それも決して悪意でついた嘘ではありませんでしたのに、こんなにも恐ろしい姿で今私を苦しめる種になりましょうとは。私、平田のことなんか、本当に忘れきってしまっていたのでございます。 突然平田からあんな手紙が来ました時にも、平田一郎という差出人の名前を見ましても、しばらくは誰であったか思い出せないほど、私、すっかり忘れきっていたのでございます。静子はそう言って、その平田から来たという数通の手紙を見せた。私はその後それらの手紙の保管を頼まれて、今でもここに持っているが、そのうち最初に来たものは話の筋を運んでいくのに都合が良いから、それをここに貼り付けておくことにしよう。 静子さん。私はとうとう君を見つけた。君の方では気がつかなんだけれど、私は君に出会った場所から君を尾行して、君の屋敷を知ることができた。小山田という今の君のせいも分かった。君はまさか平田一郎を忘れはしないだろう。どんなに虫のすかぬやつだったかを覚えているだろう。私は君に捨てられてどれほどもだえたか、白状な君には分けるまい。 もだえにもだえて、しん君くんの屋敷の周りをさまよったこと幾度であったろう。だが、君は私の情熱が燃え立てば燃え立つほど、ますます冷夏になっていった。私を避け、私を恐れ、ついには私を憎んだ。君は恋人から憎まれた男の心持ちを察知ることができるか。私のもだえが嘆きとなり、嘆きが恨みとなり、恨みが凝って、復讐の念と変わっていったのが無理であろうか。 君が家庭の事情を幸いに一言の挨拶もなく、見えるように私の前から消え去ったとき、私は数日、飯も食わないで書斎に座り通していた。そして、私は復讐を誓ったのだ。私は若かったので、君の行方を探す術を知らなんだ。多くの債権者を持つ君の父親は、何人にもその行き先を知らせないで姿をくらましてしまった。私はいつ君に会えることかわからなんだ。 だが、私は長い一生を考えた。一生の狭間君くんに会わないで住もうとはどうしても考えられなかった。私は貧乏だった。食うために働かねばならぬ身の上だった。一つはそれがあくまで君の行方を尋ね回ることを妨げたのだ。一年二年、月日は矢のように過ぎ去っていったが、私はいつまでも貧困と戦わねばならなかった。 そしてその疲労が忘れるともなく君への恨みを忘れさせた私は食うことで夢中だったのだだが三年ばかり前私に予きせぬ幸運が巡ってきた私はあらゆる職業に失敗して失望のどん底にある時宇佐原氏に一遍の小説を書いたそれが起源となって私は小説で飯の食える身分となったのだ君は今でも小説を読んでいるのだから 多分、大江春霊という探偵小説家を知っているだろう。彼はもう一年ばかり何も書かないけれど、世間の人はおそらく彼の名前を忘れてはいない。その大江春霊こそ書くいう私なのだ。君は、私が小説家としての虚名に夢中になって、君に対する恨みを忘れてしまったとでも思うのか。いや、いや、私のあの血みどろな小説は、私の心に深き恨みを増していたからこそ書けたとも言えるのだ。 あの再疑心、あの執念、あの残虐、それらがことごとく私の必要なる復讐心から生まれたものだと知ったなら、私の読者たちはおそらく、そこに込める容器に身震いを禁じ得なかったであろう。静子さん。生活の安定を得た私は、金と時間の許す限り君を探し出すために努力した。もちろん君の愛を取り戻そうなどと不可能な餅を抱いたわけではない。私にはすでに妻がある。 生活の不便を除くために目取った形ばかりの妻がある。だが、私にとって恋人と妻とは全然別個のものだ。つまり、妻を目取ったからといって恋人への恨みを忘れる私ではないのだ。静子さん。今こそ私は君を見つけ出した。私は喜びに震えている。私の多年の願いを果たす時が来たのだ。私は長い間、 小説の筋を組み立てるときと同じ喜びを持って君への復讐手段を組み立ててきた。最も君を苦しめ、君を怖はガラス方法を熟慮してきた。いよいよそれを実行するときが来たのだ。私の歓喜を察してくれたまえ。君は警察その他の保護を青に私の計画を妨げることはできない。私の方にはあらゆる用意ができているのだ。 1> ここ一年ばかりというもの、新聞記者、雑誌記者の間に私の行方不明が伝えられている。これは何も君への復讐のためにしたことではなく、私のエンジン壁と秘密好みから出た東海なのだが、それが図らずも役に立った。私は一層の綿密さをもって世間から私の姿をくらますであろう。そして、着々君への復讐計画を進めていくであろう。 君は私の計画を知りたがっているに相違ない。だが、私は今その全体を漏らすことはできぬ。恐怖は徐々に迫っていくほど効果があるからだ。しかし、君が立って聞きたいというならば、私は私の復讐事業の一端を漏らすことを惜しむものではない。 例えば、私は今から3日以前、すなわち1月31日の夜、君の家の中で君の身辺に起こったあらゆるさじを寸分の間違いもなく君に告げることができる。午後7時より7時半まで、君は君たちの寝室に当てられている部屋の小机に持たれて小説を読んだ。小説は広津流浪の短編集編目で、その中の編目伝太家を独了した。 七時半より七時四十分まで、女中に茶化を命じ、風月の最中を二か、お茶を三碗喫した。七時四十分より上川や約五分にして、部屋へ戻った。それより九時十分頃まで、編み物をしながら物思いにふけった。九時十分、主人帰宅。九時二十分頃より十時少し過ぎまで、主人の晩酌の相手をして雑談した。 その時君は主人に勧められて、グラスに半分ばかりどう酒を喫した。そのどう酒は口を開けたばかりのもので、コルクの小片がグラスに入ったのを君は指でつまみ出した。晩酌が終わるとすぐ女中に命じて二つの床を述べさせ、両人上川屋の甲しんした。それから11時まで両人とも眠らず。君が再び君の寝床にをわったとき君の家の遅れたボンボン時計が11時を報じた。 君はこの記者の時間表のように忠実な記録を読んで恐怖を感じないでいられるだろうか。2月3日深夜復讐者より、我が生涯より恋を奪いし女へ。私、ゴ春帝という名前はかなり以前から存じていましたけれど、それが平田一郎の失明でしょうとはちっとも存じませんでした。静子は気味悪そうに説明した。 事実、大江春殿の本名を知っている者は、私たち作家仲間にも少ないくらいであった。私にしても、彼の著書の工夫を見たり、私のところをよく来る本田が本名で彼の噂をするのを聞かなかったら、いつまでも平田という名前を知らなかったであろう。それほど彼は人嫌いで世間に顔出しをせぬ男であった。 平田の脅かしの手紙は、その外に三通ばかりあったが、いずれも大道将尉で、消し印はどれもこれも違った曲のであった復讐の呪詛の言葉の後に、子のある夜の行為が、最大漏らさず、正確な時間を含まれて記入してあることに変わりはなかった。ことにも、彼女の寝室の秘密は、どのような陰備な点までも、晴れがましくもまざまざと書き出されていた。顔の赤らむようなある仕草、ある言葉さえもが、明刻に描写してあった。 静子はそのような手紙を他人に見せることはどれほど恥ずかしく苦痛であったか察するにあまりあったがそれを忍んでまで彼女が私を相談相手に選んだのはよくよくのことと言わねばならぬそれは一方では彼女が過去の秘密をつまり彼女が結婚以前すでに処女でなかったという事実を夫の六郎氏に知られることをどれほど恐れていたかということを示すものであり 同時にまた一方では、彼女の私に対する信頼がどんなに厚いかということを称するわけでもあった。私、主人側の心流の外には、身内と言っては一人もございませんし、子供たちにこんなことを相談するような親理の方はありませんし、本当に虫つけだとは思いましたけれど、私、先生に両すがりすれば、私がどうすればいいか、ご教えくださるでしょうと思いましたものですから。彼女にそんな風に言われると、 この美しい女がこんなにも私を頼っているかと思うと、私は胸がワクワクするほど嬉しかった。私が大江春デと同じ探偵作家であったこと、少なくとも小説の上では、私がなかなか巧みな推理家であったことなどが、彼女が私を相談相手に選んだ幾分の理由を成していたにはそういないが、それにしても彼女が私に対してよほどの信頼と好意を持っていないでは、こんな相談がかけられるものではないのだ。 言うまでもなく、私は静子の猿ルデを入れて、できるだけの助力をすることを承諾した。大江春霊が静子の行動をこれほど都才に知るためには、小山高の召使いを買収するか、彼自身が屋敷内に忍び込んで静子の身近く身を潜めているか、またはそれに近い悪だくらみが行われていたと考える外はなかった。彼の作風から推察しても、春霊はそんなへんてこな真似をしかねない男なのだから。 私はそれについて、静子の心当たりを尋ねてみたが、不思議なことにはそのような形跡は少しもないということであった。召使いたちは気心の分かった長年住み込みのものばかりだし、屋敷の門や部屋などは主人が人一,一倍神経質の方でかなり厳重にできているし、それにたとえ屋敷内に忍び込めたところで、召使いたちの目に触れないで奥まった部屋にいる静子の身辺に近づくことはほとんど不可能だということであった。 だが、身を言うと私は大江春礼の実行力を軽蔑していた。甲が探偵小説家の彼にどれほどのことができるものか。せいぜい後手の者の手紙の文章で雫を怖がらせるくらいのことで、とてもそれ以上の悪だくらみが実行できるはずはない。とたかをくくっていた。 彼がどうして静子の細い行動を探り出したかは、いささか不思議ではあったが、これも彼のご手の者の,の手品使いみたいな基地で、大した手数をかけないで誰かから聞き出してでもいるのだろうと、軽く考えていた。で、私はその私の考えを話して静子を慰め、 私にはその方の便宜もあるので、大江春泥の所在を突き止め、できれば彼に意見を加えて、こんなバカバカしいいたずらを中止させるように図らうからと、それは固く受け合って、静子を返したのであった。私は大江春泥の脅迫めいた手紙について、あれこれと千儀立てをすることよりは、優しい言葉で静子を慰めることの方に力を注いだ。無論私にはそれが嬉しかったからだ。そして、別れる時に私は、 このことは一切ご主人にご話しなさぽ暴がいいでしょう。あなたの秘密を犠牲になさるほどの大した事件ではありませんよというようなことを言った。愚かな私は彼女の主人さえ知らぬ秘密について彼女と二人きりで話し合う楽しみをできるだけ長く続けたかったのだ。しかし私は大江春霊の所在を突き止める仕事だけは実際やるつもりであった。 私は以前から私と正反対の傾向の春霊をひどく虫が効果なんだ。女の腐ったような際にに満ちた栗ごとで変態読者をやんやと言わせて得意がっている彼が無性に尺に触っていた。だから、あわよくば彼のこの隠れけわしな不正行為を暴いて吠え目をかかせてやりたいものだとさあ思っていた。私は大井春霊の行方を探すことがあんなに難しかろうとはまるで予想していなかったのだ。 3大江春泥は彼の手紙にもある通り今から4年ばかり前、商売違いの畑から突如として現れた探偵小説家であった。彼が諸女作を発表すると当時日本人の書いた探偵小説というものがほとんどなかった読書会は物珍しさに非常な喝采を送った。大げさに言えば彼は一躍して読み物界の長寿になってしまったのだ。彼は非常に佳作ではあったが、 それでもいろいろな新聞雑誌に次々と新しい小説を発表していった。それは一つ一つ、血みどろで、隠れけで、邪悪で、一読肌に泡を生じる体の不気味な忌まわしいものばかりであったが、それがかえって読者を引きつける魅力となり、彼の人気はなかなか衰えなかった。 私もほとんど彼と同時に従来の少年少女小説から探偵小説の方へくら替えしたのであったが、そして人の少ない探偵小説界では相当名前を知られるようになったのであるが、大江春デート私とは作風が正反対と言ってもいいほど違っていた。彼の作風が暗く、病的で、ネチネチしていたに反して、私のは明るく、常識的であった。当然の勢いとして、 私たちは妙に政作を競い合うような形になっていたそしてご片身に作品をけなし合意さえしたと言っても尺に触ることにはけなすのは多くは私の方で春廉は時たま私の議論を反駁してくることもあったが大抵は挑戦として沈黙を守っていたそして次々と恐ろしい作品を発表していった私はけなしながらも彼の作に込める一種の容器に打たれないではいられなかった 彼は何かしら燃えたたぬ因果のような情熱を持っていた。それが彼の手紙にあるように静子への執念深い怨恨から出会ったとすれば、やや頷くことができるのだが、得体の知れぬ魅力が読者を捉えた。実を言うと、私は彼の作品が喝采されるごとに、ゆい様のない嫉妬を感じずにはいられなかった。私は子供らしい敵をさえ抱いた。どうかしてあいつに打ち勝ってやり旅という願いが、 絶えず私の心の心隅にわだかまっていただが彼は一年ばかり前からぱったり小説を書かなくなり所在をさえくらましてしまった人気が衰えたわけでもなく脱誌記者などは散々彼の行方を探し回ったほどであったがどうしたわけか彼はまるで行方不明であった私は虫のすかぬ彼ではあったがさていなくなってみればちょっと寂しくもあった子供らしい言い方をすれば 公的賞を失ったという物足りなさが残った。そういう大江春泥の最近の消息が、しかも極めてへんてこな消息が、小山田静子によって出されたのだ。私は恥ずかしいことだけれど、過去も奇妙な事情の下に、昔の競争相手と再会したことを、心は確かに喜ばないではいられなかった。 だが、大井春霊が探偵物語の組み立てに注いだ空想を一定して実行にまで押し進めていったことは考えてみれば、あるいは当然の死に行きであったかもしれない。このことは世間でも大方は知っているはずだが、ある人が言ったように、彼は一の空想的犯罪生活者であった。彼は、ちょうど殺人鬼が人を殺すのと、同じ興味を持って、同じ感激を持って、原稿紙の上に彼の血みどろの犯罪生活を営んでいたのだ。 彼の読者は彼の小説につきまといっていた一種異様の危機を記憶するであろう。彼の作物が常に並々ならぬ猜疑心、秘密癖、残虐性を持って満たされていたことを記憶するであろう。彼はある小説の中で次のような不気味な言葉をさえ漏らしていた。ついに彼は単なる小説では満足できない時が来るのではありますまいか。彼はこの世の味気なさ、 平凡さに飽き飽きして彼の異常な空想をせめては紙の上に書き表すことを楽しんでいたのです。それが彼が小説を書き初めた動機だったのです。でも彼は今その小説にさえ飽き飽きしてしまいました。この上は彼は一体どこに刺激を求めたらいいのでしょう。犯罪か犯罪だけが残されていました。 あらゆることをし尽くした彼の前は世にも完備なる犯罪の戦慄だけが残されていました。彼はまた作家としての日常生活に植えてもは々しく風変わりであった。彼のジ人病と秘密兵器は作家仲間や雑誌記者の間に知れ渡っていた。訪問者が彼の書斎に通されることは極めて稀であった。彼はどんな先輩にも平気で玄関払いを食わせた。それに彼はよく添卓をしたし、 ほとんど伝十病気と称して作家の会合などにも顔を出したことがなかった。噂によると、彼は昼も夜も万年床の中に寝そべって、食事にしろ執筆にしろ、すべて寝ながらやっているということであった。そして、昼間も雨戸を閉め切って、わざと五色の伝統をつけて薄暗い部屋の中で、彼一流の不気味な妄想を描きながらうごめいているのだということであった。 私は彼が小説を書かなくなって行方不明を伝えられたとき、ひょっとしたら彼はよく小説の中で言っていたように、浅草あたりのゴミゴミした裏町に巣を食って、彼の妄想を実行し始めたのではあるまいかと、密かに想像をめぐらしていたのだが、大せるかな、それから半年も経たぬうちに彼は正しく一の妄想実行者として私の前に現れたのであった。 私は春泥の行方を探すのには、新聞社の文芸部が雑誌社の外交記者に聞き合わせるのが最も早道であると考えた。それにしても、春泥の日常が甚だしく風変わりで、めったに訪問者にも会わなかったというほどだし、雑誌社などでも、一応は彼の行方を探した後なのだから、よほど彼と実婚であった記者を捉えなければならぬのだが、幸いにもちょうどおあつらい向きの人物が、私の心安い雑誌記者の中にあった。 それはその道では敏腕の聞こえ高い広文館の本田という外交記者で、彼はほとんど春泥関わりのようにして、春泥に原稿を書かせる仕事をやっていた時代があったし、彼はその上、外交記者だけあって、探偵的な手腕もなかなか侮りがたいものがあるのだ。そこで私は電話をかけて本田に来てもらって、まず、 私の知らない春霊の生活について尋ねたのであるが、すると本田はまるで遊び友達のような呼び方で、春霊ですかあいつけしからんやこじゃ。と大黒様のような顔をニヤニヤさせて、さて心よく私の問いに答えてくれた。 本田の言うところによると、春霊は小説を書き始めた頃は郊外の池袋の小さな借家に住んでいたが、それから文明が昇り、収入が増すに従って少しずつ手広な家へと言っても大抵は長屋だったが点々として移り歩いた。牛込の菊井町、根岸、谷中厚根町、ニコリかなすぎひとし、本田はそうして春霊の約2年間に転居した場所を7つほど列挙した。 根岸へ移り住んだころから、春泥はようやく流行りっことなり、雑誌記者などがずいぶん押しかけたものであるが、彼の人嫌いはその当時からで、いつも表戸を閉めて、奥さんなどは裏口から出入りしているといった数であった、せっかく訪ねても会ってはくれず、イルスを使っておいて、後から手紙で、私は人嫌いだから、要件は手紙で申し送ってくれという詫び状が来たりするので、 大抵の記者はへこたれてしまい春泥に会って話をしたものはほんの数えるほどしかなかった小説家の気癖には慣れっこになっている雑誌記者も春泥の人嫌いをもて余していたしかしよくしたもので春泥の細君というのがなかなかの剣婦人で本田は現行の交渉や催促などもこの細君を通じてやることが多かった でも、その細君に会うのもなかなか面倒で、表戸が湿っている上に、時には病中面会謝絶とか、旅行中とか、雑誌記者諸君。原稿の依頼はすべて手紙で願います。面会はお断りですなどという手厳しいかけさつさえぶら下がっているのだから、さすがの本田もへきへきして、虚しく帰る場合も一度ならずあった。そんな数だから、転居をしてもいちいち通知状を出すではなく、 すべて記者の方で郵便物などを元にして探し出さなければならないのだった。春泥と話をしたり、細君と冗談口を聞き合った者は雑誌記者王子と、もうおそらく僕意なもんでしょう。本田はそう言って自慢をした。春泥って写真を見るとなかなか講男子だが実物もあんなかね。私はだんだん好奇心を起こしてこんなことを聞いてみた。 いや、どうもあの写真は嘘らしい。本人は若い時の写真だって言ってましたが、どうもおかしいですよ。春霊はあんな孔男子じゃありませんよ。嫌にブクブク太っていて、運動をしないせいでしょう。いつも寝ているんですからね顔の皮膚なんか、太っているくせにひどくたるんでいて、シナ人のように無表情で、目なんかドロンと濁っていて、言ってみればドザエモンみたいな感じなんですよ。 それに非常な話下手で無口なんです。あんな男にどうしてあんな素晴らしい小説が書けるかと思われるくらいですよ。宇の浩二の小説に人転換というのがありましたね。春霊はちょうどあれですよ。寝たこができるほども寝たっきりなんですからね。僕は23度しか会ってませんが、いつだってあの男は寝ていて話をするんです。寝ていて食事をするというのもあの調子なら本当ですよ。 ところが、妙ですね。そんな人嫌いでしょっちゅう寝ている男が時々変装なんかして浅草べをぶらつくっていう噂ですからねしかもそれが極まって夜中なんですよ本当に泥棒かコウモリみたいな男ですね僕を思うにあの男は極端な恥ずかしがり屋じゃないでしょうかつまりラのブクブクした自分の最大なり顔なりを人に見せるのが嫌なのではないでしょうか 文明が高まれば高まるほど、あのみっともない肉体が、ますます恥ずかしくなってくる。そこで友達も作らず訪問者にも会わないで、その埋め合わせには夜などこっそり雑踏の巷股をさまようのじゃないでしょうか。春泥の気質や細君の口裏などから、どうもそんな風に思われるのですよ。本田はなかなか雄弁に春泥の面影を彷彿させるのであった。 そして、彼は最後に実に奇妙な事実を報告したのである。ところがね、寒川さん、ついこの間のことですが、僕、あの行方不明の大江春泥にあったのですよ。あまり様子が変わっていたので挨拶もしなかったけれど、確かに春泥に相違ないのです。どこで、どこで。私は思わず聞き返した。浅草公園ですよ。 僕その時実は朝帰りの途中で酔いが冷めきっていなかったのか知れませんがね、本田はニヤニヤして頭をかいた。ほららい、のきっていう品料理があるでしょう。あそこの角のところにまだ人通りも少ない朝っぱらから真っ赤なとんがり棒に道家服のよく太った広告ビラ配りがひょこんと立っていたのです。なんとも夢みたいな話だけど、それが大い春霊だったのですよ。 はっとして立て止まって声をかけようかどうしようかと思い迷っているうちに相手の方でも気づいたのでしょう。しかしやっぱりぼやっとした無表情な顔でくるりと後ろ向きになるとそのまま大急ぎで向こうの路地へ入って行ってしまいました。よっぽどおっかけ様かと思ったけれどあの風邸じゃ挨拶するのも帰って変だと考え直してそのまま帰ったのですが大江春の異様な生活を聞いているうちに私は悪夢でも見ているような 不愉快なな気持ちになってきたそして彼が浅草公園でトンガリ棒と道家服をつけて立っていたと聞いた時にはなぜかぎょっとして早家立つような感じがした彼の道家姿と静子への脅迫状とにどんな因果関係があるのか私にはわからなかったが本田が浅草で春泥に会ったのはちょうど第1回の脅迫状が来た自分が叱った何にしても打っちゃってはおけないという気がした 私はその時所に、静子から預かっていた、例の脅迫状のなるべく意味のわからないような部分を一枚だけ選び出して、それを本田に見せ、果たして春泥の筆跡かどうかを確かめることを忘れなかった。すると、彼はこれは春泥の主席に相違ないと断言したばかりでなく、形容詞や金遣いの癖まで、春泥でなくては書けない文章だと言った。彼はいつか、 春泥の筆壁を真似て小説を書いてみたことがあるので、それがよくわかるが、あのネチネチした文章はちょっと真似ができませんよ。というのだ。私も彼のこの意見には賛成であった。数通の手紙の全体を読んでいる私は、本田以上にそこにたど漂っている春泥の匂いを感じていたのである。そこで私は本田にデタラメの理由をつけて、 何とかして春霊のありかを突き止めてはくれないかと頼んだのである。本田は、いいですとも、僕にお任せなさい。と安請け合いをしたが、私はそれだけでは安心がならず、私自身も本田から聞いた春霊の最後に住んでいたという上野桜木町三十二番地へ行って、近所で様子を探ってみることにした。4 翌日私は、書きかけの原稿をそのままにしておいて、桜木町へ出かけ、近所の女中だとか出入り商人などを捕まえて、いろいろと春泥一家のことを聞き回ってみたが、本田の言ったことが決して嘘でなかったことを確かめた以上には、春泥のその後の行方については何事もわからなかった。あのあたには、小さな門などのある中流住宅が多いので、隣同士でも裏長屋のように話し合うことはなく、行き先を告げずに引っ越して行ったという胃のことしか。 誰も知らなかったろん大井春泥の表札など出していないので彼が有名な小説家だと知っている人もなかったトラックを持って荷物を取りに来た引っ越し屋さえどこの店だかわからないので私はなしく帰る外はなかった外に方法もないので私は急ぎの原稿を書くひまひまには毎日のように本田に電話をかけて探索の模様を聞くのだが一向これという手がかりもないらしく 5日日日と日がたっってていったそして私たちがそんなことをしている間に春泥の方では彼の執念深いたくらみを着々と進めていたのであったある日を山田静子から私の宿へ電話がかかって大変心配なことができたから一度おいでが願いどい主人は留守だし召使いたちも気の置けるようなものは遠方に使いに出して待っているからということであった 彼女は自宅の電話を使わず、わざわざ自動電話からかけたらしく、彼女がこれだけのことを言うのに非常にためらいがちであったものだから、途中で3分の時間が来て一度電話が切れたほどであった。主人の留守をこう、召使いは使いに出してそっと私を呼び寄せるというこの生めかしい形式がちょっと私を妙な気持ちにした。 もちろんそれだからというのではないが、私はじきさま承諾して、浅草さんの宿にある彼女の家を訪ねた。小山高は商家と商家の間を奥深く入ったところにある、ちょっと昔の寮といった感じの古めかしい建物であった。正面から見たのではわからぬけれど、多分裏を大川が流れているのではないかと思われた。 だが、寮の見立てにふさわしくないのは、新しく建てましたと見える、屋敷を取り囲んだ花だしくやばなコンクリート兵とその兵の上部には、盗賊除けのガラスの破片さえ植え付けてあった母屋の裏の方にそびえている二階剣の西洋館であった。その二つのものが、いかにも昔風の日本剣と不調和で、黄金万能の泥臭い感情を与えていた。棘を通じると、田舎者らしい小女の取り次ぎで、 洋館の方の応接前案内されたが、そこには静子がただならぬ様子で待ち構えていた。彼女はいくどもいくども私を呼びつけた虫つけをわびた後で、なぜか小声になって、まずこれを見てくださいましと言って一通の封書を差し出した。そして何を恐れるのか、後ろを見るようにして私の方へ寄ってくるのだった。 それはやっぱり多い春霊からの手紙であったが、内容がこれまでのものとは少々違っているので、左にその全文を貼り付けておくことにする。静子、お前の苦しんでいる様子が目に見えるようだ。お前が主人には秘密で、私の行方を突き止め様と駆使していることもちゃんと私にはわかっている。だが、無駄だからよすがいい。 たとえお前に私の脅迫を主人に抱ける勇気があり、その結果警察の手を煩わしたところで私の所在はわかりっこはないのだ。私がどんなに良い周到な男であるかは私の過去の作品を見ても分けるはずではないか。さて、私の小手調べもこの整理で打ち切り時だろう。私の復讐事業は第二弾に移る時期に達したようだ。 それについて私は少しく君に予備知識を与えておかねばなるまい。私がどうしてあんなにも正確に世ごとのお前の行為を知ることができたか。もうお前にも大方想像がついているだろう。つまり私はお前を発見して以来影のようにお前の身辺につきまとっているのだ。 お前の方からはどうしても見ることはできないけれど、私の方からはお前が家にいるときも、外出したときも、すんじの絶え間もなくお前の姿を凝視しているのだ。私はお前の影になりきってしまったのだ。現に今、お前がこの手紙を読んで震えている様子をも、お前の影である私は、どこかの隅から、目を細めてじっと眺めているかもしれないのだ。お前も知っている通り、 私は余ごとのお前の行為を眺めているうちに、当然お前たちの夫婦仲の睦まじさを見せつけられた。私は無論激しい嫉妬を感じないではいられなかった。これは最初復讐計画を立てたとき、感情に入れておかなかった事柄だったが、しかしそんなことがごうも私の計画を妨げなかったばかりか、かえってこの嫉妬は私の復讐心を燃え立たせる油となった。 そして、私は私の予定にいささかの変更を加える方が、一層私の目的にとって有効であることを悟った。というのは外でもない。最初の予定では、私はお前をたしなめにたしなめ抜き、怖がらせに恐れわがらせ抜いた上で、おもむろにお前の命を奪おうと思っていたのだが、この間からお前たちの夫婦仲を見せつけられるに及んで、お前を殺すにせんだって、お前の愛している夫の命をお前の目の前で奪い、 それから、その負担を十分味わわせた上で、お前の番にした方がなかなか効果的ではないかと考えるようになった。そして、私はそれに極めたのだ。だが慌てることはない。私はいつも急がないのだ。第一、この手紙を読んだお前が十分苦しみ抜かぬうちに、その次の手段を実行するというのはあまりにもったいないことだからな。3月16日 C や復讐王により、 静子殿この残忍告白を極めた文言を読むと私はさすがにゾッとしないではいられなかった。そして、人でなし大江春泥を憎む心が幾倍するのを感じた。だが、私が恐れをなしてしまったのでは、あのいじらしく打ちし折れた静子を誰が慰めるのだ。私は強いて平気を装いながら、この脅迫状が小説家の妄想に過ぎないことを繰り返し説く措とはなかった。 どうか、先生、もっとご静かにおっしゃってくださいまし。私が熱心に口説き立てるのを聞こうともせず、静子は何か外のことに気を取られている風で、時々じっと一つ書を見つめて耳を澄ますようなしぐさをした。そして、さも、誰かが立ち聞きでもしているかのように声を潜めるのだった。彼女の唇は青じおい顔色と見分けられぬほど色を失っていた。先生、私。 頭がどうかしたのではないいかと思いますわでもあんなことが本当だったのでしょうか静子は気でも違ったのではないかと疑われる調子で囁き声でわけのわからぬことを口走るのだ何かあったのですか私も誘い込まれてつい物々しい囁き声になっていたこの家の中に平田さんがいるのでございますどこにですか私は彼女の意味が飲み込めないでぼんやりしていた すると、静子は思い切ったように立ち上って、真っ青になって私を差し招くのだ。それを見ると、私も何かしらワクワクして、彼女の後に従った。彼女は途中で私の腕時計に気づくと、なぜか私にそれを外させ、テーブルの上へ置きに帰った。それから、私たちは足音をさえ忍ばせて短い廊下を通って、日本立の方の静子の居間だという部へ入っていったが、 そこの襖を開けるとき静子はすぐその向こう側にクセモノが隠れてでもいるような恐怖を示した変ですね昼日中あの男がご宅へ忍び込んでいるなんて何かの思い違いじゃありませんか私がそんなことを言いかけると彼女はハッとしたようにそれを手真似で制して私の手を取って部屋の一具へ連れて行くと目をその上の天井に向けて黙って聞いてごらんなさいというような合図をするのだ 私たちはそこで十分ばかりもじっと目を見合わせて耳を澄まして立ち尽くしていた。昼間だったけれど手広い屋敷の奥まった部屋なので何の物音もなく耳の底で血の流れる音さえ聞こえるほどしんと静まり返っていた。時計のコチコチという音が聞こえません。ややしばらく経って静子は聞き取れぬほどの小声で私に尋ねた。いいえ、時計ってどこにあるんです すると、静子はまた黙って、しばらく聞き耳を立てていたが、やっと安心したものか、もう聞こえませんわね、と言って、また私を招いて洋館の元の部屋に戻ると、彼女は異常な息遣いで、次のような妙なことを話し始めたのである。その時彼女は今でちょっとした縫い物をしていたが、そこへ女中が先に貼つけた春礼の手紙を持ってきた。もうこの頃では、ウェフを見ただけで一目でそれとわかるようになっているので、 彼女はそれを受け取ると何とも言えぬ嫌な心持ちになったが、でも開けてみないでは一層不安なのでこわごわ風を切って読んでみた。そしてことが主人の上にまで及んできたのを知るともうじっとしてはいられなかった。彼女はなぜということもなく立ち上って部屋の隅へ歩いて行った。そしてちょうどタンスの前に立て止まった時頭の上から非常にかすかな地虫の鳴き声でもあるような物音が聞こえてくるように感じた。 私、耳鳴りではないかと思ったのですけれど、じっと辛抱して聞いていますと、耳鳴りとは違った金の触れ合うような価値、価値っていう音が確かに聞こえてくるのでございます。それは、そこの天井板の上に人が潜んでいるのだ。その人の胸の懐中時計が秒を刻んでいるのだ。としか考えられなかった。 偶然彼女の耳が天井に近くなったのと部屋が非常に静かであったために神経が鋭くなっていた彼女には天井裏のかすかなかすかな金属のささやきが聞こえたのであろう。もしや違った方角にある時計の音が光線の反射みたいな理屈で天井裏からのように聞こえたのではないかとそのあたりをくまなく調べてみたけれど近くに時計など置いてなかった。 彼女はふと現に今、お前がこの手紙を読んで震えている様子をも、お前の彼である私は、どこかの隅から目を細めてじっと眺めているかもしれないのだという手紙の文句を思い出した。すると、ちょうどそこの天井板が少し反り返って隙間ができているのが彼女の注意を引いた。その隙間の奥の方の真っ暗な中で、春霊の目が細く光っているようにさえ思われてきた。 そこにいらっしゃるのは平田さんではありませんかその時静子はふとような興奮に襲われた彼女は思い切って敵の前に身を投げ出すような気持ちでハラハラと涙をこぼしながら屋根裏の人物に話しかけたのであった私どんなになっても構いませんあなたのお気の済むようにどんなことでもいたしますたとえあなたに殺されても少しも大恨みには思いません でも、主人だけは助けてください。私はあの人に嘘をついたのです。その上私のためにあの人が死ぬようなことになっては、私、あんまり空恐ろしいのです。助けてください。助けてください彼女は小さな声ではあったが、心を込めて書きくどいた。だが、上からは何の返事もないのだ。彼女は一時の興奮から覚めて、気抜けのしたように、長い間底に立ち尽くしていた。 しかし、天井裏にはやっぱりかすかに時計の音がしているばかりで、外には少しの物音も聞こえては来ないのだ。風中は闇の中で息を殺して推しのように黙りがえっているのだ。その異様な静けさに彼女は突然非常な恐怖を覚えた。彼女は闇輪に今を逃げ出して家の中にもいたたまらなくて何の木であったか表へ駆け出してしまったというのだ。そして、 ふと私のことを思い出すと、矢も伊達もたまらず、そこに貼った自動電話に入ったということであった。私は静子の話を聞いているうちに、大江春霊の不気味な小説屋根裏の遊戯を思い出さないではいられなかった。もし静子の聞いた時計の音が錯覚でなく、そこに春霊が潜んでいたとすれば、彼はあの小説の思いつきを、そのまま実行に移したものであり、誠に春霊らしいやり方とうなずくことができた。 私は屋根裏の「ユうに」を読んでいただけに、この雫の一見とっぴな話を一生に伏し去ることができなかったばかりでなく、私自身、激しい恐怖を感じないではいられなかった。私は屋根裏の暗闇の中で、真っ赤なとんがり棒と、道家服をつけた太っちょうの多い春泥が、にやにやと笑っている幻覚をさえ感じた。 私たちはいろいろ相談をした末、結局私が屋根裏の遊戯の中の素人探偵のように静子の居間の天井裏へ登って、そこに人のいた形跡があるかどうか、もしいたとすれば、一体どこから出入りしたのであるかを確かめてみることになった。静子は、そんな君の悪いことをと言ってしきりに止めたけれど、私はそれを振り切って、春泥の小説から教わった通り、押し入れの天井板を剥がして、伝統工夫のようにその穴の中へ潜っていった。 ちょうど屋敷にはさっき取り次ぎに出た少女の外に誰もいなかったし、その少女も勝手元の方で働いている様子だったから、私は誰に見とがめられる心配もなかったのだ。屋根裏なんて決して春泥の小説のように美しいものではなかった。古い家ではあったが、暮のすすス,スきの折、アクアライヤを入れて天井板を外してすっかり洗わせたとのことで、ひどく汚くはなかったけれど、それでも三月の間には埃も積んでいるし、 クモの巣も張っていた第一真っ暗でどうすることもできないので私は静子の家にあった手提げ電灯を借りて苦心をして針を伝えながら問題の箇所へ近づいていったそこには天井板に隙間ができていて多分アク洗いをしたためにそんなに板が反り返ったのであろう下から薄い光が差していたのでそれが目印になっただが私ははんまも進まぬうちにドキンとするようなものを発見した 私はそうして屋根裏に登りながらも実はまさかまさかと思っていたのだが静子の想像は決して間違っていなかったのだそこには梁の上にも天井板の上にも確かに最近人の通ったらしい跡が残っていた私はぞーっと寒気を感じた小説を知っているだけでまだ会ったことのない 毒蜘蛛のようなあの大江春泥が私と同じ格好でその天井裏を這い回っていたのかと思うと私は一種名状しがたい旋律に襲われた私は固くなって梁の埃の上に残った手だか足だかの跡を追っていった時計の音の下という場所はなるほど埃がひどく乱れてそこに長い橋人のいた形跡があった私はもう夢中になって春泥と様しき人物の跡をつけ始めた 彼はほとんど家中の天井裏を歩き回ったらしく、どこまで行っても針の上の埃の跡は月なんだ。そして、静子の居間と静子等の寝室の天井に板の空いたところがあって、その箇所だけ埃が余計に乱れていた。私は屋根裏の遊戯車を真似て、そこから下の部屋を覗いてみたが、春霊がそれに盗水したのも決して無理ではなかった。 天井板の隙間から見た外界の光景の不思議さはまことに想像以上であったことにもちょうど私の目の下にうなだれていた静子の姿を眺めた時には人間というものが目の角度によってはこうも異様に見えるものかと驚いたほどであった我々はいつも横の方から見られつけているのでどんなに自分の姿を意識している人でも真上から見た格好までは考えていないそこには非常な隙があるはずだ 隙がある竹に少しも飾らぬ生地のままの人間が、やや無格好に暴露されているのだ。子の艶、下丸曲げには、真上から見た丸曲げというものの形からして、すでに変であったが、前髪と曲げとの間のくぼみに薄くではあったが、ほこりが溜まって、外の綺麗な部分とは比較にならぬほど汚れていたし、曲げに続く甲の奥には、着物の襟と背中との作る谷底を真上から覗くので、背筋のくぼみまで見えて、 そしてそのねっとり青白い皮膚の上には例の毒々しい耳ズばれがずっと奥の暗くなって見えぬところまでも痛々しく続いているのだ上から見た静子はやや上品さを失ったようではあったがその代わりに彼女の持つ意思不可思議なオブシニティが一層色濃く私に迫ってくるのを感じたそれはともかく私は何か大江春霊を証拠立てるようなものが残されていないかと 手下げ伝統の光を近づけて、梁や天井板の上を調べ回ったが、手形も足跡も皆曖昧で、無論指紋などは識別されなかった。春泥は定めし屋根裏の遊戯をそのままに、旅や手袋の用意を忘れなかったのであろう。ただ一つ、ちょうど静子の居間の上の梁から天井を吊るした笹さ,さきの根元の一寸目につかぬ場所に小さなネズミ色の丸いものが落ちていた。 つや消しの金属でうつろなワの形をしたボタンみたいなもので、表面に RKBROSCO という文字が浮き彫りになっていた。それを拾ったとき私はすぐようね根らのユーニに出てくるシャツのボタンを思い出したが、しかしその品はボタンにしては少し変だった。帽子の飾りか何かではないかとも思ったけれど、確かなことはわからぬ。後で静子に見せても彼女も首をかしげるばかりであった。 無論私は、春霊がどこから天井裏に忍び込んだかという点をも綿密に調べてみた。誇りの乱れた跡を慕っていくと、それは玄関横の物置の上で止まっていた。物置の粗末な天井板は、持ち上げてみると難なく取れた。私はそこに投げ込んである椅子の壊れを足場にして、下に降り、内部から物置の戸を開けてみたが、その戸には錠前がなくて、わけもなく開いた。 そのすぐ外には人の背よりは少し高いコンクリートの塀があった。おそらく大江春塀は人通りの亡くなった頃を見計らってこの塀を乗り越え、塀の上には前にも言ったようにガラスの破片が植え付けてあったけれど、計画的な侵入者にはそんなものは問題ではないのだ今の城前のない物置から屋根裏へ忍び込んだものであろう。そうしてすっかり種がわかってしまうと、私はいささかあっけない気がした。 不良少年でもやりそうな子供らしいいたずらじゃないかと相手を軽蔑してやりたびいき持ちだった。妙な得体の知れぬ恐怖がなくなって、その代わりに現実的な不快ばかりが残った。だが、そんな小ずに相手を軽蔑してしまったのは、 とんでもない間違いであったことが、後になって分かった静子は無性に怖がって、主人の身には変えられぬから、彼女の秘密を犠牲にしても、警察の手を煩わす方がよくはないかと言い出したが、私は相手を軽蔑し始めていたものだから、彼女を制してまさか屋根裏の遊戯にある天井から毒薬を垂らすような、バカバカしい真似ができるはずはないし、天井を裏へ忍び込んだからといって、人が殺せるものではない。 こんな怖がらせはいかにも大江春泥らしい地気でこうしてさも何か犯罪を企んでいるように見せかけるのが彼の手ではないか甲が小説家の彼にそれ以上の自己力があろうとは思われぬという風に彼女を慰めたのであったそしてあまり雫族が怖がるものだから気休めにそんなことを好きな私の友達を頼んで毎夜物置のあたりの弊害を見張らせることを約束した 静子はちょうど西洋館の2階に客用の寝室があるのをこう、何か口実を設けて、当分彼女たち夫婦の寝間をそこへ移すことにすると言っていた。西洋館なれば天井の隙見謎できないのだから。そして、この2つの防御方法はその翌日から実行されたのであったが、 だ嘉手中大江春霊の恐れるべきましはそのような拘束手段を無視してそれから2日後の3月19日深夜彼の予告を厳守しついに第一の犠牲者をほふったのである小山田六郎氏の息の根を絶ったのである6春霊の手紙には六郎氏殺害の予告に加えてだが慌てることはない私はいつも急がないのだという文句があった それにもかかわらず、彼はどうしてあんなに慌ててたった二日しか間を置かないで教皇を演じることになったのであろうか。それはあるいはわざと手紙では油断をさせておいて意表に出る一種の策略であったかもしれないのだが、私はふともっと別の理由があったのではないかと疑った。 ず子が時計の音を聞いて屋根裏に春霊が潜んでいると信じ涙を流して六郎氏の命乞いをしたということを聞いたときすでに私はそれを恐れたのだが春霊はこのず子の順序を知るに及んで一層激しい嫉妬を感じ同時に身の危険をも悟ったにそういないそしてよしそれほどお前の愛している亭主なら長く待たさないで早速やっつけてあげることにしようという気持ちになったことであろう それはともかく、小山田六郎氏の変死事件は極めて異様な状態に飢えて発見されたのである。私は静子からの知らせで、その日の夕刻を山高に駆けつけ、初めて全ての事情をぶんちったのであるが、六郎氏はその前日別段変わった様子もなく、いつもよりは少し早く会社から帰宅して晩酌を済ませると、川向こうの小梅の友人のところへ、 こう囲みに行くのだと言って、暖かい晩だったので、大島の合わせに塩せの羽織丈で、街灯は来ず、ぶらりと出かけた。それが午後7時頃のことだ。遠いところでもないので、彼はいつものように、散歩作り、吾妻峡を迂回して、向島の土手を歩いて行った。そして、孔明の友人の家に12時頃まで行って、やはり徒歩でそこを出たというところまでは、はっきり分かっていた。だが、それから先が一切不明なのだ。 一晩待ち明かしても帰りがないので、しかもそれがちょうど大井春霊から恐ろしい予告を受けていた際なので、静子は非常に心を痛め、朝になるのを待ちかねて知っている限り心当たりのところへ電話や使いで聞き合わせたが、どこにも立ち寄った形跡がない。彼女は無論私のところへも電話をかけたのだけれど、ちょうどその前夜から私は宿を留守にしていて、やっと夕方頃帰ったので、この騒動は少しも知らなかったのだ。 やがていつもの出勤時刻が来ても、六郎氏は会社へも顔を出さない。会社の方でもいろいろと手を尽くして探してみたが、どうしても行方がわからぬ。そんなことをしているうちに、もうお昼近くになってしまった。ちょうどそこへ、北方警察から電話があって、六郎氏の返事を知らせてきたのであった。あ京の二室目。 雷門の電車停留所少し北へ行って土手を降りたところに吾妻町線上橋間を往復している乗り合い棋聖の発着所がある一線上棋といった時代からの隅田川の名物で私はよく用もないのにあの発動棋聖に乗ってことといだとか白髭だとかへ往復してみることがある棋聖商人が絵本やおもちゃなどを船の中へ持ち込んでスクリューの音に合わせて活動弁士のようなしわがれ声で 商品の説明をしたりするあの田舎田舎した古めかしい味がたまらなく好もしいからだ。その汽船発着所は隅田川の水の上に浮かんでいる四角な船のようなもので待合客のベンチも客用の便所も皆そのブカブカと動く船の上に設けられている。 私はその便所へも入ったことがあって知っているのだが、便所と言っても婦人用の一つ切りの箱みたいなもので、木の床が長方形に切り抜いてあって、その下をすぐ一尺ばかりのところを大川の水がどぶりどぶりと流れている。ちょうど汽車が船の便所と同じで、不潔物がたまるようなことはなく、綺麗といえば綺麗だが、その長方形に区切られた穴から、じっと下を見ていると、そこの知れない青黒い水がよどんでいて、 時々五目などが、剣朧鏡の中の微生物のように穴の端から現れて、ゆるゆると他の端へ消えていく。それが妙に不気味な感じなのだ。3月20日の朝8時ごろ、浅草中店の商家の若い女将さんが、千住へ用達しに行くために、東橋の寄生発着所へ来て、船を待ち合わせる間に、今の便所へ入った。そして、入ったかと思うといきなりキャッと悲鳴を上げて飛び出してきた。 キップギリのおじいさんが聞いてみると、便所の長方形の穴の真下に青い水の中から一人の男の顔が彼女の方を見上げていたというのだ。キップギリのおじいさんは最初は先導か何かのいたずらだと思ったが、 そういう水の中のデバカメ事件は時たまないでもなかったのでとにかく便所へ入って調べてみると、やっぱり穴の下一尺ばかりの間近にぽっかりと人の顔が浮いていて、水の動揺につれて顔が半分隠れるかと思うとまたぬっと現れる。まるでゼンマイ仕掛けのおもちゃのようですごいったらなかったと熱になってじいさんが話した。 それが人の死骸だと分けると、じいさんはにわかかに慌て出して、大声で発着所にいた若い者を呼んだ。船を待ち合わせていた客の中にも、なせな魚屋さんなどがいて、若い者とともりょくして死体引き上げにかかったが、便所の中からではとてもあげられないので、外側から竿で死骸を広い水の上まで突き出したところが、妙なことには死骸は猿股一つに入りで、丸肌固いなのだ。 四十前後の立派な人品だし、まさかこの陽気に隅田川で泳いでいたとも受け取れぬので、変だと思ってなおよく見ると、どうやら背中に刃物の突き傷があるらしく、水死人にしては水も含んでいないような塩埋めなのだ。ただの水死人ではなくて殺人事件だと分けると、騒ぎは一層大きくなったが、さて水から引き上げる段になって、また一つ奇妙なことが発見された。 知らせによって駆けつけた花川戸交番の巡査の指図で発着所の若い者がもじゃもじゃした死骸の頭の毛を掴んで引き上げようとするとその頭髪が頭の自破だからズルズルと剥がれてきたのだ若い者はあまりの気味悪さにわっと言って手を離してしまったが受水してからそんなに時間が経っているようでもないのに髪の毛がズルズルむけてくるのは変だと思ってよく調べてみると何のことだ髪の毛だと思ったのは カズラで本人の頭はテカテカにちびのぼっていたのであった。これがこの夫であり、六六商会の重役である小山田六郎氏の悲惨な下まであったのだ。つまり六郎氏の死体は値にされた上、ハゲ頭にふさふさとしたカズラまでかぶせてあずまばしかに投げ込まれていたのだった。 しかも死体が水中で発見されたにもかかわらず、水を飲んだ形跡はなく、致命傷は背中の左背部に受けた鋭い刃物の突き傷であった。致命傷の外に背中に数箇所浅い突き傷があったところを見ると、犯人は幾度も突きそくなったものに相違いなかった。警察への検診によると、その致命傷を受けた時間は前夜の1時頃らしいということであったが、 何分死体には着物も持ち物もないので、何所の誰とも分からず、警察でも途方に暮れていたところへ、こうにも昼頃になって、小山田氏を見知る者が現れたので、早速、小山田手と六六商会とへ電話をかけたということであった。夕刻私が小山田家を訪ねた時には、六六氏側の親戚の人たちや、六六商会の社員、個人の友人などが詰めかけていて、家の中は非常に混雑していた。 ちょうど今しがた警察から帰ったところだと言って、静子はそれらの見舞い客に取り囲まれて、ぼにゃりしているのだ。ろくろうしの死体は、都合によっては解剖に伏せなければならないというので、まだ警察から下げ渡されず、仏壇の前の白布で覆われた台にはごしらえの遺灰ばかりが置かれ、それに物々しく工芸が手向けてあった。 私はそこで、静子や会社の人から、右に述べた死体発見の天末を聞かされたのであるが、私は春泥を軽蔑して、二十三日前静子が警察に届けようと言ったのを止めたばかりに、このような不祥事を邪気したかと思うと、恥と後悔とで座にもいたたまれぬ思いがした。私は下手人は大江春泥の外にはないと思った。春泥はきっと、六郎氏が孔明のご友達の家を辞して、木戸吾妻峡を通りかかったおり、 彼を帰生発着所の暗がりへ連れ込み、そこで教皇を演じ、死体を川中へ投棄した者に相違ない。時間の点から言っても、春殿が浅草部にうろうろしていたという本田の言葉から押しても、いや、現に彼は六郎氏の殺害を予告さえしていたのだから、下手人が春殿であることに、疑うを挟む余地はないのだ。 だが、それにしても、六郎氏はなぜマラタイになっていたのか、また変なカズラなどを被っていたのか、もしそれも春泥の仕業であったとすれば、彼はなぜそのような途方もない真似をしなければならなかったのか。誠に不思議という外はなかった。私は檻を見て、静子と私だけが知っている秘密について相談するために、ちょっとと言って彼女に別室へ来てもらった。静子はそれを待っていたように、 一座の人に会釈すると、急いで私の後に従ってきたが、人目がなくなると、先生と小声で叫んで、いきなり私にすがりつき、じっと私の胸のあたりを見つめていたかと思うと、長いまつげがギラギラと光って、まぶたの間が膨れのぼったと見る間に、それがやがて大きな水の玉になって、青白いかの上をつる、つるっと流れるのだ。涙は後から後からと、膨れのぼってきては、止めどもなく流れるのだ。 僕はあなたに何と言ってお詫びをしていいかわからない。全く僕の油断からです。あいつにこんな実行力があろうとは本当に思いがけなかった。僕が悪いのです。僕が悪いのです。私もつい感傷的になって泣き沈む静子の手を取ると力づけるようにそれを握りしめながら繰り返し繰り返し詫び事をした。私が静子の肉体に触れたのはあの時が初めてだった。 そんな際ではあったけれど、私はあの青白く弱々しいくせに、真の方で火でも燃えているのではないかと思われる熱っぽく弾力のある彼女の手先の不思議な感触をはっきりと意識し、いつまでもそれを覚えていた。それで、あなたはあの脅迫状のことを警察でおっしゃいましたかやっとしてから私は静子の泣きやむのを待って言った。い,いえ、私どうしていいかわからなかったものですから。 まだ言わなかったのですね。ええ、先生にご相談しようと思って。後から考えると変だけれど、私はその時もまだ静子の手を握っていた。静子もそれを握らせたまま私にすがるようにして立っていた。あなたも無論、あの男の仕業だと思っているのでしょう。ええ、それに昨夜妙なことがありましたの。妙なことって。 先生のご注意で寝室を洋館の二階に移しましたでしょう。これでもう覗かれる心配はないと安心していたのですけれど、やっぱりあの人覗いていたようですの。どこからです。ガラス窓の外からそして、静子はその時の怖かったことを思い出したように、目を大きく見開いてポツリポツリと話すのであった。昨夜は十二時頃、 ベッドに入ったのは入ったのですけれど主人が帰らないものですから心配で心配でそれに天井の高い洋室にたった一人で休んでいますのが怖くなってきて妙に部屋の隅々が眺められるのです窓のブラインドが一つけ毛より切っていないで一尺ばかり下が空いているのでそこから真っ暗な外の見えているのがもう怖くって怖いと思えば余計その方へ目が行ってしまいにはそこのガラスの向こうに ぼんやり人の顔が見えてくるじゃありませんか。幻影じゃなかったのですか。少しの間ですぐ消えてしまいましたけれど、今でも私、見違え嫌なんかではなかったと思っていますわ。もじゃもじゃした髪の毛をガラスにぴったりくっつけて、うつむき意味になって、上目遣いにじっと私の方を睨んでいたのがまだ見えるようですわ。平田でしたか。ええ、でも外にそんな真似をする人なんてあるはずがないのですもの。 私たちはその時、こんな数の会話を取り交わした後で六郎氏の殺人犯人が多い俊霊の平田一郎に相違ないこと彼がこの次には静子をも殺害しようと企んでいることを静子と私とが堂々で警察に申し入れ保護を願うことに話を極めたこの事件の関わりの検事は糸崎という法学士でこうにも私たち探偵作家や医学者や法律家などで作っている寮機会の会員だったので 私が静子と一緒に、いわゆる捜査本部である北方警察へ出頭すると、検事と被害者の家族というような、かつめらしい関係ではなく、友達付き合いで親切に私たちの話を聞き取ってくれた。彼もこの異様な事件にはよほど驚いた様子で、また深い興味をも感じたらしかったが、ともかく全力を尽くして大江春霊の行方を探させること、小山高には特に刑事を張り込ませ、巡査の巡回の回数を増して、 十分静子を保護するという約束をしてくれた大江春泥の人相については世に流布している写真はあまり似ていないという私の注意から博文館の本田を呼んで詳しく彼の知っている要望を聞き取ったのであった7それから約1か月の間警察は全力を挙げて大江春泥を捜索していたし私もホンダに頼んだり その外の新聞記者雑誌記者など会う人ごとに春泥の行方について何か手がかりになるような事実を聞き出そうと骨折っていたにもかかわらず春泥はいかなる魔法を心得ていたのであるか用としてその行方がわからないのであった彼一人なればともかく足手まといの細君と二人連れで彼はどこにどうして隠れていたのであるか 彼は果たして、糸崎検事が想像したように密航を企てて遠く海外に逃げ去ってしまったものであろうか。それにしても不思議なのは、六郎氏変死嫌い例の脅迫状がぱったり来なくなってしまったことであった。春廷は警察の探索が怖くなって、当の目的であった静子の殺害を思いとどまり、ただ身を隠すことに救急としていたのであろうか。いや、いや。 彼のような男にそのくらいのことがあらかじめわからなかったはずはないとすると彼は今もなお東京のどこかに潜伏していてじっと静子殺害の機会をうかがっているのではなかろうか日下警察署長は部下の刑事に命じて かつて私がしたように、春霊の最後の住居であった上野桜木町三十二番地付近を調べさせたが、さすがは専門家である。その刑事は苦心の末、春霊の引っ越し荷物を運搬した運送店を発見して、それは同じ上野でもずっと隔たった黒門町あたりの小さな運送店であったが、それからそれへと彼の引っ越し先を追っていった。その結果分かったところによると、春霊は桜木町を引き払ってから、 本塾柳島町、向島須崎町と、段々品の悪いところへ移っていって、最後の須崎町などはバラック同然の工場と工場に挟まれた汚ならしい一軒たちの借屋であったが、彼はそこを数ヶ月の税家賃で借り受け、刑事が行った時にも家主の方へはまだ彼が住まっていることになっていたが、家の中を調べてみると、道具も何もなく、埃だらけで、いつから空き家になっていたかわからぬほど荒れ果てていた。 近所で聞き合わせても両隣とも工場なので観察好きのおかみさんというようなものもなく一向要領を得ないのであった。広文館の本田はホンダで彼はだんだん様子がわかってくると根がこうしたことの好きな男だものだから非常に乗り気になってしまって浅草公園で一度春霊に会ったのをもとにして原稿取りの仕事のひまひまには熱心に探偵の真似事を始めた。彼はまず かつて春霊が広告ビラを配っていたことから、浅草付近の広告屋を二十三軒歩き回って、春霊らしい男を雇った店はないかと調べてみたが、困ったことには、それらの広告屋では忙しい時には、浅草公園あたりの不老人を陰地に雇って、衣装を着せて一日だけ使うようなこともあるので、人相を聞いても思い出せぬところを見ると、あなたの探していらっしゃるのも、きっとその不老人の一人だったのでしょう。ということであった。 そこで、本田は今度は深夜の浅草公園をさまよって、暗い木陰のベンチなどを一つ一つ覗き回ってみたり、不老人が泊まりそうな本所あたりのッチん宿へ、わざわざ泊まり込んで、そこの宿泊人たちと懇意を結んで、もしや春泥らしい男を見かけなかったかと尋ね回ってみたり、それはそれは苦労をしたのであるが、いつまでたっても少しの手がかりさえつかむことはできなかった。本田は一週間に一度は、 私の宿に立ち寄って、彼の苦心談を話していくのであったが、あるとき、彼は例のおお様のような顔をニヤニヤさせて、こんな話をしたのである。寒川さん、僕この間ふっと、見せ物というものに気がついたのですよ。そしてね、素晴らしいことを思いついたのですよ。近頃、雲女だとか、首ばかりでどうのない女だとかいう見せ物が、方々で流行っているのを知っているでしょう。 あれと類似のものでね、首ではなくて、反対に胴ばかりの人間っていう見せ物があるんですよ。横に長い箱があって、それが三つに仕切ってあって、二つの区切りの中に、大抵は女なんですが、胴と足とが寝ているのです。そして、胴の上にあたる一つの区切りはガラン銅で、そこに首から上が見えていなければならないのに、それがまるっきりないのです。つまり女の首なし死体が長い箱の中に横あっていて、 しかもそいつが生きている証拠には時々手足を動かすのですとても不気味でかつまたエロティックな代物ですよ金は例の鏡を蓮に置いてその後ろをガランドーのように見せかける幼稚なものだけれどところが僕はいつか牛込の江戸川橋ねあの橋を五穀寺の方へ渡った角のところの空地でその首なしの見せ物を見たんですが そこの銅ばかりの人間は、外の見せ物のような女ではなくて、赤で黒光りに光った道化服を着たよく太った男だったのです。ホンダはここまで喋って、思わせぶりに、ちょっと緊張した顔をして、しばらく口をつぐんだが、私が十分好奇心を起こしたのを確かめると、また話し始めるのであった。わかるでしょう、僕の考えが。僕はこう思ったのです。 一人の男が万人に反対を晒しながら、しかも完全に行方をくらます一つの方法として、この見せ物の首なし男に雇われるというのは、なんと素晴らしい名案ではないでしょうか。彼は目印になる首から上を隠して、一日寝ていればいいのです。これはいかにも大江春霊の考えつき性なお化け地味た東海法じゃないでしょうか。ことに、春霊はよく見せ物の小説を書いたし、この類のことは大好きなんですからね。 それで私は本田が実際春泥を見つけたにしては落ち着きすぎていると思いながら先を促したそこで僕は早速レド川橋のところへ行ってみたんですが幸せとその見せ物はまだありました僕は木戸を払って中へ入り例の太った首なし男の前に立ってどうすればこの男の顔を見ることができるかといろいろ考えてみたんです で、気づいいいたたた。ののは、はここ男だだって一日に幾度かは便所へ立なななければならないだろうということとした僕はそいつの便所へ行くのを気長く待ち構えていたんですよしばらくすると多くもない見物がみな出ていってしまって僕一人になったそれでも辛抱して立っていますとね首なし男がポンポンと拍手を打ったのです 妙だなと思っていると、説明をする男が僕のところへやってきて、ちょっと休憩をするから外へ出てくれと頼むのです。そこで僕はこれだなと感づいて、外へ出てからそっとテント張りの後ろへ回って、布の割れ目から中を覗いていると、首なし男は説明者に手伝ってもらって箱から外へ出ると、無論首はあったのですが、見物席の土間の隅のところへ走っていて、シャーシャーと始めたんです。 さっきの拍手は笑わせるじゃありませんか小便の合図だったのですよ。母。お年話会。馬鹿にしている私が少々怒ってみせると、本田は真顔になって。いや、そいつは全く人違いで失敗だったけれど、苦心だんですよ。僕が旬で探してどんなに苦心しているかという一例をお話したんですよ。と弁解した。 これは余談だけれど、我々の春霊捜作は、まあそんな数で、いつまで経っても一向諸行を認めないのであった。だが、たった一つだけ、これが事件解決のカニではないかと思われる、不思議な事実が分かったことを、ここに書き添えておかねばなるまい。というのは、私はろくろしの下絵のかぶっていた、 例のカズラに着眼して、その出所はどうやら浅草付近らしく思われたので、そのアサリのカズラ氏を探し回った結果、専属町の松井というカズラ屋で、とうとうそれらしいのを探し当てたのだが、ところがそこの主人の言うところによると、カズラそのものは下体のかぶっていたのとすっかり当てはまるのだけれど、それを注文した人物は、私の良きに反して、いや私の非常な驚きにまで、大江春霊ではなくて、小山田六郎その人であったのだ。 人相もよく会っていた上に、その人は注文するとき、小山田という名前をあからさまに告げて、出来登るとそれは昨年の暮れも押し詰まった自分であった彼自身足を運んで受け取りに来たということであった。そのとき、六郎氏はハゲ頭を隠すのだと言っていた吉であるが、それにしては、誰も彼の妻であった静子さえも六郎氏が生前カズラをかぶっていたのを見なかったのは、一体どうしたわけであろう。 私はいくら考えてもこの不可思議な謎を解くことができなかった一方静子今は未亡人であったがと私との間柄は六郎氏変死事件を境にしてにわかかに親密の旅を加えていった行きかかり上私は静子の相談相手であり保護者の立場にあった六郎氏側の親戚の人たちは私の屋根裏調査以来の心尽くしを知ると 無気に私を排斥することはできなかったし、糸崎検事などは、そういうことになればちょうどこうだから、ちょいちょいお山高を見舞って、未亡人の身辺に気をつけてあげてくださいと、口ざえをしたほどであったから、私は公然と彼女の家に出入りすることができたのである。 静子は初対面の時から私の小説の愛読者として私に少なからぬ好意を持っていたことは先に記した通りであるがその上に二人の間にこういう複雑な関係が生じてきたのだから彼女が私をにき者に頼ってきたのは誠に当然のことであったそうしてしょっちゅう会っているとことに彼女が未亡人という境遇になってみると今までは何かしら遠いところにあるもののように思われていた 彼女のあのおじろい情熱や、なよなよと消えてしまいそうな、それでいて不思議な弾力を持つ肉体の魅力が、にわかかに現実的な色彩を帯びて、私に迫ってくるのであった。ことにも、私が偶然彼女の寝室から、外国製らしい小型の鞭を見つけ出してからというものは、私の悩ましい欲望は、油を注がれたように、恐ろしい勢いで燃え上がったのである。私は心なくも、その鞭を指さして、 ご主人は乗馬をなすったのですかと尋ねたのだが、それを見ると、彼女はハッとしたように一瞬間真っ青になったかと思うと、みるみる日のように顔をあからめたのである。そして、いともかすかにいいえと答えたのである。私はうかつにも、その時になって初めて、彼女の甲の耳ずばれのあの不思議な謎を解くことができた。思い出してみると、彼女のあの傷跡は、見る度ごとに少しずつ位置と形状は変わっていたようである。 当時変だなとは思ったのだけれど、まさか彼女のあの温厚らしいハギ頭の夫が世にも忌まわしい残虐式乗車であったとは気づけかなんだ。いや、そればかりではない。六郎氏の死後一ヶ月の塔では、いくら探しても彼女の塔にはあの醜いミミズが見えぬではないか。それこれ思い合わせば、たとえ彼女のあからさまな告白を聞かずとも、私の想像の間違いではないことはわかりきっているのだ。 だが、それにしても、この事実を知ってからの私の心の耐えがたき悩ましさは、どうしたことであったかもしや私も、非常に恥ずかしいことだけれど、コロクロウ氏と同じ変質者の一人ではなかったのであろうか ?8。4月20日、個人の命日に当たるので、静子は物産をした後、遊国から親戚や個人と親しかった人々を招いて、仏の供養を営んだ。 私もその席に入れんったのであるが、その晩湧き起こった二つの新しい事実、それはまるで性質の違う事柄であったにもかかわらず、墓地に解き明かす通り、それらには不思議にも運命的な、あるつながりがあったのだが、おそらく一生涯忘れることのできない、大きな感動を私に与えたのである。その時、私は静子と並んで薄暗い廊下を歩いていた。 客が皆帰ってしまってからも、私はしばらく静子と私だけの話題春で創作のことについて話し合った後、11時頃であったかあまり長いをしては、飯使いの手前もあるので、別れを告げて、静子が御出入りの帳場から呼んでくれた自動車に乗って帰宅したのであるが、その時、静子は私を玄関まで見送るために、私と肩を並べて廊下を歩いていたのだ。廊下には庭に面して、 いくつかのガラス窓が開いていたが、私たちがその一つの前を通りかかったとき、静子は突然恐ろしい叫び声を立てて私にしがみついてきたのである。どうしました何を見たんです私が驚いて尋ねると、静子は片手では、まだしっかりと私に抱きつきながら、一方の手でガラス窓の外を指さすのだ。 私も一時は春泥のことを思い出してハッとしたが、だがそれは何でもなかったことが間もなくわかった。ビルと窓の外の庭の樹立の間を一匹の塩軒が木の葉をカサカサ言わせながら暗闇の中へ消えていった。犬ですよ。犬ですよ。怖がることはありませんよ。 私は何の気であったか、静子の肩をはたきながら、いたわるように言ったものだが、そうして何でもなかったことがわかってしまっても、静子の片手が私の背中を抱いていて、生ぬるい感触が私の身内まで伝わっているのを感じると、ああ、私はとうとう、やにわに彼女を抱き寄せ、刃の膨れのぼった、あのモナリザの唇を盗んでしまったのである。そして、それは私にとって幸福であったか不幸であったか、 彼女の方でも、決して私を知りけなかったばかりか、私を抱いた彼女の手先に、私は遠慮がちな力をさえ覚えたのであった。それがなき人の命日であっただけに、私たちは罪を感じることがひとしお深かった。二人はそれから私が自動車に乗ってしまうまで、一言と口を聞かず、目さえもそらすようにしていたのを覚えている。 私は自動車が動き出しても今別れた静子のことで頭がいっぱいになっていた熱くなった私の唇にはまだ彼女の唇が感じられ鼓動する私の胸にはまだ彼女の体温が残っているように思われたそして私の心には飛び立つばかりの嬉しさと深い自責の念とが複雑な模様みたいに交錯していた車がどこをどう走っているのだか表の景色などはまるで目に入らなかった だが、不思議なことは、そんな際にもかかわらず、先ほどから、ある一つの小さな物体が、異様に私の目の底に焼きついていた。私は車に揺られながら、静子のことばかり考えて、ごく近くの前方をじっと見つめていたのだが、ちょうどその視線の中心に、私の注意を引かないではおかぬような、ある物体が、チロチロと動いていた。はじめは無関心にただ眺めていたのだけれど、だんだんその方へ神経が働いていった。 なぜかななぜ俺はこれをこんなに眺めているのかなぼんやりとそんなことを考えているうちにやがてことの次第がわかってきた。私は偶然にしてはあまりに偶然な二つの品物の一丁をいぶかしがっていたのだった。私の前には古びた紺の春街灯を着込んだ大男の運転手が猫背になって前方を見つめながら運転していた。 そのよく太った肩の向こうにハンドルにかけた両手がチロチロと動いているのだが、無骨な手先に似合わしからぬ上等の手袋がかぶさっている。しかもそれが時効外れの冬物なので、ひとしお私の目を引いたのでもあろうが、それよりもその手袋のホックの飾りボタン、私はやっとこの時になって悟ることができた。かつて私が小山高の天井裏で拾った金属の丸いものは手袋の飾りボタンに外ならぬのであった。 私はあの金属のことを糸崎検事にも一寸はしたのだったが、ちょうどそこに持ち合わせていなかったし、それに犯人は大井春泥と明か,りかに目星がついていたので、検事も私も遺留品なんか問題にせず、あの品は今でも私の冬服の直記のポケットに入っているはずなのだ。あれが手袋の飾りボタンであろうとはまるで思いも及ばなかった。考えてみると犯人が指紋を残さぬために手袋をはめていて、 その飾りボタンが落ちたのを気づかないでいたということはいかにもありしょうなことではないかだが運転手の手袋の飾りボタンには私が屋根裏で拾った品物を教えてくれた以上にもっともっと驚くべき意味が含まれていた形といい色合いといい大きさといいそれらはあまりに似すぎていたばかりでなく運転手の右手にはめた手袋の飾りボタンが取れてしまって ホックの暗い金竹しか残っていないのは、これはどうしたことだ。私の屋根裏で拾った金物が、もしその暗い金にぴったり一致するとしたら、それは何を意味するのだ。君、君私はいきなり運転手に呼びかけた。君の手袋をちょっと見せてくれないか。運転手は私の奇妙な言葉に、あっけに取られたようであったが、でも車を徐行させながら、素直に両手の手袋を取って、 私に手渡してくれた見ると一方の完全な方の飾りボタンの表面には例の RKBROSCO という刻印まで寸分違わず現れているのだ私はいよいよ驚きを増し一種のへんてこな恐怖をさえ覚え始めた運転手は私に手袋を渡しておいて見向きもせず車を進めているそのよく太った後ろ姿を眺めると私はふとある妄想に襲われたのである 大江春泥私は運転手に聞こえるほどの声で独り言のように言ったそして運転手台の上に小さな鏡に映っている彼の顔をじっと見つめたものであっただがそれが私のバカバカしい妄想であったことは言うまでもない鏡に映る運転手の表情は少しも変わらなかったし第一大江春霊がそんな流パンみたいな真似をする男ではないのだ だが、車が私の宿に着いたとき、私は運転手に余分の賃貸を握らせて、こんな質問を始めた。君、この手袋のボタンの取れたときを覚えているかねそれは初めから取れていたんです、運転手は、妙な顔をして答えた。もらい物なんでね、ボタンが取れて使えなくなったので、まだ新しかったけれど、亡くなった小山田の旦那が私にひたすったのです。お山田さんが、 私は魚くんと驚いて、だしく聞き返した。今、僕の出てきた小山田さんかね。ええ、そうです。あの旦那が生きている自分には、会社への送り迎えは、大抵私がやっていたんで、ごひいきになったもんですよ。それ、いつからはめているの。もらったのは寒い自分だったけれど、上等の手袋でもったいないので、大事にしていったんですが、古いのが破けてしまって、 今日初めて運転用に降ろしたのです。これをはめていないとハンドルが滑るもんですからね。どうしてそんなことをお聞きなさるんです。いや、椅子医薬があるんだ。君、それを僕に譲ってくれないだろうか。というようなわけで、結局私はその手袋を、 相当の代価で譲り受けたのであるが、部屋に入って例の天井裏で拾った金物を出して、比べてみると、やっぱり寸分も違わなかったし、その金物は手袋のホックのい金にもぴったりとはまったのである。これは先にも言った通り、偶然にしてはあまりに偶然すぎる2つの品物の一置ではなかったが、 大江春泥と小山田六郎氏とが飾りボタンのマークまで同じ手袋をはめていたということは、しかもその取れた金物とホックの暗い金とがしっくりらうなどということが考えられるであろうか。これは後にわかったことであるが、私はその手袋を持って行って、市内でも一流の銀座の泉や四物店で鑑定してもらった結果、それは内地ではあまり見かけない作り方で、おそらくは英国製であろう。 RKBROSCO なんていう兄弟紹介は内地には一件もないということが分かった。この洋物店の主人の言葉と、六郎氏が一昨年9月まで海外にいた事実とを考え合わせてみると、六郎氏こそその手袋の持ち主で、従ってあの外れた飾りボタンも六郎氏が落としたことになりはしないか。大井春霊がそんな内地では手に入れることのできない。 しかも偶然の苦労しと同じ手袋を所有していたとはまさか考えられないのだから。すると、どういうことになるのだ。私は頭を抱えて机の上に寄りかかり、つまり、つまりと妙な独り言を言い続けながら、頭の芯の方へ私の注意力を揉み込んでいって、そこから何かの解釈を見つけ出そうと焦るのであった。やがて、私はふっと変なことを思いついた。 それは山の宿というのは隅田川に沿った細長い町で、そこの隅田川よりにある小山高は当然大川の流れに接していなければならないということであった。考えるまでもなく、私はたびたび小山高の洋館の窓から大川を眺めていたのだが、なぜかその時初めて発見したかのように、それが新しい意味を持って私を刺激するのであった。 私の頭のモヤモヤの中に大きな U の字が現れた。U の字の左端上部には山の宿がある。右端の上部には小梅町六郎氏の子供たちの家の所在地がある。そして U の底にあたるところはちょうど吾妻峡に該当するのだ。あの晩六郎氏は U の右端上部を出て U の底の左側までやってきて、そこで春霊のために殺害されたと我々は今の今まで信じていた。 だが我々は川の流れというものを観客してはいなかったであろうか。大川は U の上部から下部に向かって流れているのだ。投げ込まれた死骸が殺された現場にあるというよりは、上流から流れてきて吾妻橋下の汽船発着所に突き当たり、そこの淀みに停滞していたと考える方が、より自然な見方ではないだろうか。死体は流れてきた。死体は流れてきた。では、どこから流れてきたか 凝行,行はどこで演ぜられたのか。そうして、私は深く深く、妄想の泥沼へと沈み込んでいくのであった。9私はいくばんもいくばんもそのことばかり考え続けた。静子の魅力もこの機会なる疑いには及ばなかったのか、私は不思議にも静子のことを忘れてしまったかのごとく、ひたすら奇妙な妄想の深みに陥っていった。 私はその間にも、あることを確かめるために二度ばかり雫を尋ねは尋ねたのだけれど、用事を済ませると、しおくあっさりと別れを告げて、大急ぎで帰ってしまうので、彼女はきっと妙に思っていたに相違ない。私を玄関に見送る彼女の顔が、寂しく悲しげにさえ見えたほどだ。そして、五日ばかりの間に、私は実に途方もない妄想を組み立ててしまったのである。 私はそれをここに除述する範を避けて、その時、戸崎検事に送るために書いた私の意見書が残っているから、それにいくらか書き入れをして左に移しておくことにするが、この推理は私たち探偵小説家の空想力を持ってでなければおそらく組み立てえない体のものであった。そして、そこに一つの深い意味が存在していたことが、後になってわかってきたのだが、 戦略そう言うわけで私は小山田邸の静子の居間の天井裏で拾った金具が小山田六郎氏の手袋のホックから脱落したものと考える外はないことを知りますと今まで私の心の隅のわだかまりとなっていたいろいろの事実がこの私の発見を裏書きでもするように続々思い出されてくるのでありました六郎氏の死体がカズラをかぶっていたことそのカズラは六郎氏自身注文してこしらえさせたものであったこと 死体が裸であったことは、後に述べますような理由で、私にはさして問題ではありませんでした、六郎氏の変死と同時に、まるで申し合わせたように、平田の脅迫状がぱったり来なくなったこと、六郎氏が見かけによらぬこうしたことは、多くの場合見かけによらぬものです恐ろしい残虐式乗者サジストであったこと等し、これらの事実は偶然様々な異常が集合したかに見えますけれど、 よくよく考えますと、ことごとくある一つの事柄を指示していることが分けるのであります。私はそこへ気がつきますと、私の推理を一層確実にするため、できるだけの材料を集めることに着手しました。私はまずお山高を訪ね、夫人の許しを得て、コロクロウ氏の書斎を調べさせてもらいました。書斎ほど、その主人公の性格なり秘密なりを如実に語ってくれるものはないのですから。 私は夫人が怪しまれるのも構わず、ほとんど半日がかりで、書棚という書棚、引き出しという引き出しを調べまわったことですが、間もなく私は数ある本棚の中に、たった一つだけ、さむ厳重に鍵のかかっている箇所のあるのを発見しました。鍵を尋ねますと、それは六郎氏が整然時計の鎖につけて、四重持ち歩いていたこと、返事の日にもへこびに巻きつけて家を出たままだということがわかりました。 仕方がないので、私は夫人を解いて、やっとその本棚の塔を破壊する許しを得ました。開けてみますと、その中には、六郎氏の数年間の引記帳、いくつかの袋に入った書類、手紙の束、書籍などがいっぱい入っていましたが、私はそれをいちいち丹念に調べた結果、この事件に関係ある三冊の書冊を発見したのであります。 第一は六郎氏と静子夫人との結婚の年の引き長で、混迷の三日前の日記の欄外に赤印記で次のような注意すべき文句が記入してあったのです。前略あまりは平田一郎なる青年と静子との関係を知れり。されど、静子は中途その青年を嫌い始め、彼がいかなる手段を講ずるもその意に応勢ず、ついには父の破産を好奇として彼の前より姿を隠せるよしなり。それにてよし。 要は、清の千義立ては、せぬつもりなり、云々つまり、六郎氏は結婚の当初から、何等かの事情により、夫人の秘密を知出していたのです。そして、それを夫人には一言も言わなかったのです。第二は、大井春霊著短編集屋根浦の遊戯であります。かかる書物を、実業家小山田六郎氏の書斎に発見するとは、何という驚きでありましょう。 静子夫人から、六郎氏が生前中の小説好きであったということを聞くまでは、私は私の目を疑ったほどでした。さて、この短編集の関東にはコロタイプ版の春霊の肖像が掲げられ、奥府には著者平田一郎と彼の本名が印刷されてあったことは注意すべきであります。第3は、広文館発行の雑誌新青年第六巻第12号です。 これには春泥の作品は形成されていませんでしたけれど、その代わり、口絵に彼の原稿の写真版が原寸のまま原稿紙半枚分ほど大きく出ていて、余白に大江春泥氏の筆跡と説明がついていました。妙なことは、その写真版を光線に当ててよく見ますと、厚いアートペーパーの上に縦横に爪の跡のようなものがついているのです。 これは誰かが写真の上に薄い紙を当てて、鉛筆で春霊の筆跡を幾度もなすったものとしか考えられません。私の想像が次々と的中していくのが怖いようでした。その同じ日、私は夫人に頼んで、ろくろが外国から持ち帰った手袋を探してもらいました。それは探すのにかなり手間取ったのですけれど、ついに私が運転手から買い取ったものと、寸分違わぬ品が一揃いだけ出てきました。 夫人はそれを私に渡したとき確かに同じ手袋がもう一揃いあったはずなのにと不審顔でしたこれらの証拠品日記帳短編集雑誌手袋天井裏で拾った金具等はご指図によっていつでも提出することができますさて私の調べ上げた事実はこの外にも数々あるのですが それらを説明する前に、仮に上述の書店だけによって考えましても、小山田六郎氏が世にも不気味な性格の所有者であり、温厚特実なる仮面の下に、花肌妖怪じみた陰謀をたくましくしていたことは赤であります。我々は大江春デという名前に執着しすぎて意はしなかったでしょうか 彼の血みどろな作品、彼の異様な日常生活の知識などが我々をしてこのような犯罪は春霊でなくてはできるものでないと天から一人決めに極めさせてしまったのではありますまいか彼はどうして過も完全に姿をくらまして凌うことができたのでしょう彼が犯人であったとしては少し妙ではありませんか彼が無実であればこそ単に彼の持ち前のエンジン壁から彼が有名になればなるほどその名に対しても この種のエンジン病は極度に更新するものであります世間を倒開したのであればこそこのように晒しにくいのではないでしょうか彼はかつてあなたがおっしゃったように海外に逃げ出してしまったのかもしれませんそして例えば上海のシナ人町の片隅にシナ人になりすましてスインさでも吸っているのかもしれませんそうでなくてもし春ュが犯人であったとすれば あのようにも綿密に、執ように、超都市付きを費やして企まれた復讐計画が、彼にしては道草のようなものであった六郎氏殺害のみをもって肝心の目的を忘れたように、ぱったりと中絶されたことを、何と説明したらいいのでしょう。彼の小説を読み、彼の日常を知っている者には、これはあまりに不自然なありしょうもないことに思われるのです。いや、それよりも、もっと明白な事実があります。 彼はどうして、小山田六郎氏所有の手袋のボタンをあの天井を落としてくることができたのでしょう。手袋が内地では手に入らぬ外国製のものであること、六郎氏が運転手に与えた手袋の飾りボタンが取れていたことなどを思い合わせば、かの屋根裏に潜んでいたものは、当の小山田六郎氏ではなく、大江春霊であったと、そんな不合理なことが考えられるでしょうか。 ではそれがろくろうしてあったとしたら、彼はなぜその大切な証拠品を迂闊にも運転手などに与えたかとのご反問があるかもしれません。しかし、それは後に述べますように、彼は別段法律上の罪悪を犯してなどいなかったからです。変態好みの一種の遊戯をやっていたに過ぎなかったからです。ですから、手袋のボタンが取れたところで、たとえそれが天井に残されていたところで、彼にとっては何でもなかったのです。 犯罪者のように、このボタンの取れたのは、もしや天井裏を歩いていたときではなかったかしら。それが証拠になりはしないかしら。などと心配する必要は少しもなかったのです。春泥の犯罪を否定すべき材料は、まだそればかりではありません。右に述べた引き帳、春泥の短編集、新青年等の証拠品が、六郎氏の書斎の錠前付本棚にあったこと、その錠前の鍵は一つしかなく、 六郎氏が行住座が所持していたことは、それらの品が六郎氏の陰険ないたずらを証拠立てているというばかりではなく、一歩譲って、春殿が六郎氏に歌のをかけるために、その品々を偽造し六郎氏の本棚へ入れておいたと考えることさえ、全然不可能なのです。第一に地記調の偽造などできるものではありませんし、その本棚は六郎氏でなければ開けることも閉めることもできなかったではありませんか 各経してきますと、我々が今まで犯人と信じきっていた大江春泥こと平田一郎は、意外にも最初からこの事件に存在しなかったと考える外はありません。我々をして左様に信じさせたものは、小山田六郎氏の共担すべき欺瞞であったとしか考えられないのであります。 金万新潮山田氏が、核のごとき綿密陰謙なる地域の所有者であったことは、彼が表に温厚特実を装いながら、その寝室に植えては、世にも恐れるべき悪魔と行走を返事、可憐なる静子夫人を外国製乗馬鞭を持って、長着し続けていたこととともに、我々の誠に意外とするところでありますけれど、温厚なる空師と陰謙なる悪魔とが、一人物の心中に同居したためしは、世にその例が乏しくないのであります。 人は彼が温厚でありお人よしであればあるほど、かえって悪魔に弟子入りしやすいとも言えるのでありますまいか。さて、私はかように考えるのであります。小山田六郎氏は今より約4年以前、車輪を帯びて欧州に旅行し、ロンドンを主として、その他23の都市に2年間滞在していたのですが、彼の悪癖はおそらくそれらの都市のいずれかに植えて芽生え、発育したものでありましょう。 私は六六商会の社員から、彼のロンドンでのジョージの噂を漏れ聞いています。そして、一昨年9月、基調とともに彼の直しがたい落壁は彼の溺愛する静子夫人を対象として、猛威をたくましくし始めたものでありましょう。私は昨年10月、静子夫人と初対面の折、すでに彼女の高にかの不気味な傷跡を認めたほどですから。 この種の悪癖は、例えばかのモルヒネ中毒のように、一度死んだなら一生涯止められないばかりでなく、人ともに月とともに恐ろしい勢いでその病性が更新していくものであります。より強烈なより新しい刺激をと追い求めるものであります。今日は昨日のやり方では満足できず、明日はまた今日の仕草では物足りなく思われてくるのです。 小山田氏も同様に、静子夫人を調達するばかりでは満足ができなくなってきたことは容易に想像できるではありませんかそこで、彼は物狂わしく新しい刺激を探し求めなければならなかったでありましょう。ちょうどその時、彼は何かのきっかけで、大江春霊作屋根裏の遊戯という小説のあることを知り、その機械なる内容を聞いて、一読してみる気になったのかもしれません。 ともかく彼はそこに不思議な地球を発見したのです。異様な同病者を見つけ出したのです。彼がいかに春霊の短編集を愛読したか、その本の手すれの後でも想像することができるではありませんか 春泥はあの短編集の中でたった一人でいる人をことに女を少しも気づかれぬように好き見することの世にも不思議な楽しさを繰り返し説いていますが、六郎氏がこの彼にとってはおそらく新発見であったところの新しい趣味に共鳴したことは想像に固くありません。彼はついに春泥の小説の主人公を真似て、おのずから屋根裏の遊戯者となり、自宅の天井裏に忍んで静子夫人の独居を好き見しようと企てたのであります。 小山高は門から玄関まで相当の距離がありますので、愛室から帰った檻など、メシ使いたちに知れにを玄関脇の物置に忍び込み、そこから天井伝いに静この居間の上に達するのは誠に造作もないことです。私は、六郎氏が夕刻から緑孔明の友達のところへ五を囲みに出かけたのは、この屋根裏の遊戯の時間をごまかす手段ではなかったか、とさえ邪水するのであります。 一方、そのように屋根裏の遊戯を愛読していた六郎氏が、その奥府の作者の本名を発見し、それがかつて静子に背かれた彼女の恋人であり、彼女に深い恨みを抱いているに相違ない平田一郎と同一人物ではないかと疑い始めたのは、さもありしょうなことではありませんかそこで、彼は大江春泥に関する、あらゆる記事、ごしっぽを料理、 ついに春泥がかつての静子の恋人と同一人物であったこと、また彼の日常生活がはだしくジ人的であり、当時、すでに筆を立って行方をさえくらましていたことを致出するに至ったのでありましょう。つまり、六郎氏は一冊の屋根裏の有利によって、一方では彼の病壁のこよなき地器を、一方では彼にとっては憎むべき昔の恋の旧敵を同時に発見したのです。 そして、その知識に基づいて、実に驚くべきいたずらを思いついたのであります。静子のドットの隙見はなるほど鼻だ彼の好奇心をそそったにはそういないのですが、残虐式場者の彼がそれだけで、そんな生ぬるい興味だけで満足しようはずはありません。無知の朝着に変わるべき、もっと新しい、もっと残酷な何かの方法がないものかと、彼は病人の異常に鋭い空想力を働かせたものでしょう。 そして結局平田一郎の脅迫状という誠に前例のないお芝居を思いつくに至ったのでありますそれには彼はすでに新青年第六巻十二号関東の写真版のお手本を手に入れていりましたお芝居をいやが上にも興深く誠しやかにするために彼はその写真版によって丹念にも春泥の筆跡の手習いを始めましたあの写真版の鉛筆の跡がそれを物語っていります 六郎氏は平田一郎の脅迫状を作成すると、適当な日数を置いて、一度一度違った郵便局からその封書を送りました。商用で車を走らせている途中、最寄りのポストへそれを投げ込ませるのはわけのないことでした。 脅迫状の内容については、彼は新聞雑誌の記事によって春霊の経歴の代替に通じていましたし、静子の細い動作も天井からの隙見とそれで足らぬところは彼自身静子の夫であったのですから、あのくらいのことはわけもなく書けたのです。つまり彼は静子と枕を並べて寝ぶつ語りをしながら、その時の静子の言葉や仕草を記憶しておいて、それをさも春霊が隙見したかのごとく書き記したわけなのです。 何という悪魔でありましょう。かくして彼は人の名を語って脅迫状を認め、それを自分の妻に送るという犯罪めいた興味と、妻がそれを読んで震えおののくよう天井裏から胸をとどろかせながらき見するという悪魔の喜びと合わせ得ることができたのです。しかも彼はその間、にはやはりかの無知の調着を続けていたと信ずべき理由があります。 なぜと言って、静子の甲の傷は六く氏の死後になって、やっとその後が見えなくなったのですから。言うまでもなく、彼はこのように妻の静子を責めさいんではいましたけれど、それは決して彼女を憎むがゆえではなく、むしろ静子を溺愛すればこそ、この残虐を行ったのであります。この種の変態性欲者の心理は、無論あなたも十分ご承知のこととは思いますけれど。さて、 かの脅迫状の作成者が親まだろくろうしてあったという私の推理は以上でつきましたが、では他に変態性欲者のいたずらに過ぎなかった者がどうしてあのような殺人事件となって現れたか。しかも殺された者は当のろくろうしてあったばかりでなく、彼はなぜにあの奇妙なかずらをかぶり、マラタイになってあずまばしかに漂っていたのであるか。彼の背中の突き傷は何者の仕業であったのか。 大江俊泥がこの事件に存在しなかったとすれば、では外に別の犯罪者があったのであるか、とうとうの疑問が続出してくるでありましょう。それについて、私はさららに私の観察と推理等を申し述べねばなりません。簡単に申せば、小山田六郎氏は彼のあまりにも悪魔的な諸行が神の怒りに触れたのでもありましょうか、天罰を被ったのであります。そこには何等の犯罪も消し人もなくて、 ただろくろしの過失誌があったばかりであります。では、背中の致命傷はとのご尋ねがありましょう。けれど、その説明は後に回して、まず順序を追って、私がそのような考えを委託に至った筋路からご話ししなければなりません。私の推理の出発点は、外ならぬ彼のかずらでありました。 あなたは多分3月17日私が天井裏の探検をした翌日から静子は隙見をされによう、洋館の2階へ寝室を移したことをご記憶でありましょう。それには静子がどれほど巧みに夫を説いたか、六郎氏がどうしてその意見に従う気になったかは明瞭でありませんけれど、ともかくその日から六郎氏は天井の隙見ができなくなってしまったのです。しかし想像をたくましくするならば、六郎氏はその頃は、 もう天井の隙間にもやや空きが来ていたのかもしれませんそして寝室が洋館に変わったのを幸いにまた別の悪人を考案しなかったとは言えませんなぜと言ってここにカズラがあります彼自身注文したところのふさふさとしたカズラがあります彼がそのカズラを注文したのは昨年末ですから無論最初からそのつもりではなく別に用途があったのでしょうがそれが今計らずも間に合ったのです 彼は屋根裏の遊戯の口へで、春泥の写真を見ています。その写真は春泥の若い自分のものだと言われているほどですから、無論六郎氏のようにハゲ頭ではなく、ふさふさとした黒髪があります。ですから、もし六郎氏が手紙や屋根裏の影に隠れて静子を怖がらせることから、一歩を進め、彼自身を追え春泥に化け、静子がそこにいるのを見澄まして、洋館の窓の外からちらりと顔を見せて、 ある不思議な快感を味おうと企んだならば、彼は何よりもまず、彼の第一の目印であるゲ頭を隠す必要に迫られたにそうありませんが、ちょうどそれにはもってこいのかずらがあったのです。かずらさえかぶれば、顔などは暗いザラスの外ではあり、ちらっと見せるだけで良いのですから、そしてその方が一層効果的なのです恐怖におののいている雫子に見破られる心配はありません。 あの夜3月19日、六郎氏は孔明のご友達のところから帰り、まだ門が開いていたので、召使いたちに知れぬよう、そっと庭を回って洋館の開花の書斎に入り、これは静子から聞いたのですが、 彼はそこの鍵を例の本棚の鍵と一緒に鎖に下げて持っていたのですその時はもう会場の寝室に入っていた静子に悟られぬよう闇の中で例のかずらをかぶり外に出て立木を伝って洋館の軒蛇腹に登り寝室の窓の外へ回っていってそこのブラインドの隙間からそっと中を覗いたのであります後に静子が窓の外に人の顔が見えたと私に語ったのはこの時のことであったのです さて、それでは、六郎氏がどうして死ぬようなことになったか、それを語る前に、私は一応、私が六郎氏を疑い出してから二度目に小山高を訪ね、洋館の問題の窓から外を覗いてみた時の観察を申し述べねばなりません。 これはあなた自身言ってご覧なされば分けることですから、くだくだしい描写は省くことにいたしますが、その窓は隅田川に面していて、外はほとんど軒下ほどの空地もなく、すぐ例の表側と同じコンクリート塀に囲まれ、塀は直ちによほど高い石垣に続いています。地面を契約するために塀は石垣の外れに立ててあるのです。水面から塀の上部までは約2軒、塀の上部から2階の窓までは1軒ほどあります。 そこで、六郎氏が軒じゃばらそれは幅が非常に細いのですから足を踏み外して転落したとしますと、よほど運が良くて、塀の内側へそこは人一人やっと通れるくらいの細い空地です落ちることも不可能ではありませんが、そうでなければ一度塀の上部にぶっつかって、そのまま外の大川へ墜落する外はないのです。そして、六郎氏の場合は無労校車だったのであります。 私は最初、隅田川の流れというものに思い当たった時から死体が投げ込まれた現場に止まっていたと考えるよりは上流から漂ってきたと解釈する方がより自然だとは気づいていました。そして小山高の洋館の外はすぐ隅田川であり、そこは吾妻橋よりも上流に当たることをも知っていました。 それこ、もしかしたら、六郎氏がそこの窓から落ちたのではないかと考えたことは考えたのですが、彼の死因が水死ではなくて、背中の突き傷だったものですから、私は長い間迷わなければなりませんでした。ところがある日、私はふと、つて読んだ難波木三郎氏と最新犯罪捜査法の中にあったこの事件とによりの一つの実例を思い出したのです。当初は私が探偵小説を考える際、 よく参考にしますので中の記事も覚えていたわけですがその実例というのは次のとおりであります大正6年5月中旬ごろ滋賀県大津市大国汽船会社防波堤付近に何の水死体漂着せることあり死体頭部に発すすどきを手したるか季節うあり 検案の意思か右派生前の切り傷にして死因を試し、なお腹部に多少の水を増せる派、殺害と同時に水中に投機せられたるものなる胸を断定せるにより、ここに大事件としてにわかに捜査官の活動派始めまれり、 被害者の身元を知らんかためにあらゆる方法を発揮され、トゲに短所を餌り子所数日を経て、京都市上京区上福寺通り金箔業斉藤法より同人方、雇い人小林茂323の家で保護願いの優勝受理したる大津警察署に植えてはたまたまその人相着糸本件被害者の夫と符合する点あるを追って、て直に斉藤を棒に通知死し体しを一見せしめたるに全くその雇いになること判明したるのみならず、 他殺に必死して実は自殺なることをも確定せられぬ。何となれ破水死者はしかの禁煙を卓称師匠装残して家出せる者なりしを散れはまた。同人家頭部に切り傷をくらりいたる派、高校中の汽船の船をより小城に投身せるには、回転せる汽船のスクリューに食れ、拙僧様の損傷を受けけたる者なること明白となれり。 もし私がこの実例を思い出さなかったら、私はあのような突飛な考えを起こさなかったかもしれません。しかし多くの場合、事実は小説家の空想以上なのです。そして、花肌ありしょうもない尊強なことが実際にはいいと行われているのです。と言っても私は何も六郎氏がスクリューに傷つけられたと考えるものではありません。 この場合は右の実例とは少々違って、死体は全く溝を飲んでいなかったのですし、それに夜中の一時頃、隅田川を帰船が通ることは滅多にないのですから。では、六郎氏の背中の背部に達するほどもひどい突き傷は何によって生じたか、あんなにも刃物と似た傷をつけ得るものは一体何であったか。それは外でもない、小山高のコンクリート塀の上部に植え付けてあったビール瓶の破片なのです。 それは表門の方も同様に植え付けてありますから、あなたも多分ご覧なすったことがありましょう。あの盗賊よけのガラス片は所々にとんでもない大きなやつがありますから、場合によっては十分配分に達するほどの突き傷をこさえることができます。六郎氏は軒蛇腹から転落した勢いで、それにぶっつかったのです。ひどい傷を受けたのも無理はありません。 なおこの解釈によれば、あの致命傷の周囲のたくさんの浅い突き傷の説明もつくわけであります。かようにして、六郎氏は自業自得、彼の悪どい病壁のために、軒蛇腹から足を踏み外し、塀にぶつかって致命傷を受け、その上隅田川に墜落し、流れと共に吾妻橋汽船発着所の便所の下へ漂いつき、飛んだ死に恥をさらしたわけであります。 以上で本件に関する私の新解釈を大体陳述しました。十二猿残したことを加えますと、六郎氏の死体がどうして裸体にされていたかという疑問については、東橋界隈は不老者、 古事記、前科者の創屈であって、歴史祭が高価な衣類を着用していたなら六郎氏は、あの夜大島の合わせに潮瀬の羽織を重ね、白金の懐中時計を所持していりました深夜人泣きを見て、それを剥ぎ取るくらいの無謀者は、ゴロゴロしていると申せば十分でありましょう。中、この私の想像は、後に事実となって現れ、 一人の不老人が挙げられたのだそれから、静子が寝室にいて、なぜ六郎氏の墜落したものをと気づかなんだかという点は、その時彼女が極度の恐怖に気も転動していたこと、コンクリート作りの洋館のガラス窓が密閉されていたこと、窓から水面までの距離が非常に遠いこと、またたとえ水音が聞こえたとしても、隅田川は時々徹夜の泥船などが通るので、その水沢の音と混同されたかもしれないこと、などをご一行願い,いと意図存じます。 なお、注意すべきは、この事件が豪うも犯罪的の意味を含まず、不幸変死事件を誘発したとはいえ、全くいたずらの範囲を入れなかったという点であります。馬鹿しそうでなかったならば、六郎氏が証拠品の手袋を運転手に与えたり、本名を告げてカズラを注文したり、錠前月とはもせ自宅の本棚に大切な証拠物を入れておいたりした、バカバカしい不注意を断と説明のしようもないからであります。攻略。 以上私はあまりに長々と私の意見書を写し取ったが、これをここに挿入したのはあらかじめ右の私の推理を明かりかにしておかぬときは、これから後の私の記事が花だ難解なものになるからである。私はこの意見書で、大江春霊は最初から存在しなかったと言った。だが、事実は果たしてそうであったかどうか。ばかしそうだとすれば私がこの記録の前段に植えて、 あんなにも詳しく彼の人となりを説明したことが全く無意味になってしまうのだが。中。糸崎検事に提出するために右の意見書を書き上げたのは、それにある皮膚によると、4月28日であったが、私はまずこの意見書を静子に見せて、もはやや大江春霊の原因に怯える必要のないことを知らせ、安心させてやろうと書き上げた翌日、小山高を訪ねたのである。 私は六郎氏を疑ってからも二度も静子を訪ねて、家宅捜索みたいなことをやっていながら、実はまだ彼女には何も知らせてはなかったのだ。当時静子の身辺には六郎氏の遺産処分につき、毎日のように親族の者が寄り集まって、いろいろ面倒な問題が起こっているらしかったが、ほとんど孤立状態の静子は余計私を頼りにして、私が訪問すれば大騒ぎをして歓迎してくれるのだった。 私は例によってこの居間に通されると鼻肌唐突に。こさん。もう心配はなくなりましたよ。大い春殿なんて初めからいなかったのです。と言い出してこを驚かせた。無論彼女には何のことだか意味がわからぬのだ。 そこで、私は、私が探偵小説を書き上げたとき、いつもそれを友達に読み聞かせるのと同じ心持ちで、持参した意見書の総工を、静子のために朗読したのである。というのは、一つには静子に事の司祭を知らせて安心させるため、また一つにはこれに対する彼女の意見も聞き、私自身でも総工の不備な点を見つけ、十分訂正を施したいからであった。 六郎氏の残虐式場を説明した箇所は甚ははだ残酷であった静子は顔を絡めて消えも入りたい風情を見せた手袋の箇所では彼女は私も確かにもう人揃いあったのに変だ変だと思っていましたと口を入れた六郎氏の過失死のところでは彼女は非常に驚いて真っ青になり口もきけない様子であっただがすっかり読んでしまうと彼女はしばらくはまあと言ったきり ぼんやりしていたがやがてその顔にほのかな安堵の色が浮かんできた彼女は大江春泥の脅迫状が偽物であってもはやや彼女の身に危険がなくなったと知ってほっと安心したものに相違ない私の手前勝手な邪水を許すならば彼女はまた六郎氏の醜悪な自業自得を聞いて私との不二の条項について抱いていた自責の念をいくらか軽くすることができたに相違ない あの人がそんなひどいことをして私を苦しめていたのだもの、私だって、という弁解の道がついたことを彼女は喜んだに相違ない。ちょうど夕食時だったので、気のせいか彼女は急いそいそとして、洋酒などを出して私をもてなしてくれた。私は私で、意見書を彼女が認めてくれたのが嬉しく、勧められるままに思わず酒を過ごした。 酒に弱い私は直気真っ赤になって、すると私はいつも帰って憂鬱になってしまうのだがあまりこうも聞かず静子の顔ばかり眺めていた。静子はかなり重やつれをしていたけれど、その青白さは彼女の記事であったし、 ハーダイ全体にしなしなした弾力があって、真にインカの燃えているような、あの不思議な魅力は少しも押せていなかったばかりか、その頃はもう毛織物の時効で古風なフランネルを着ている彼女の媒体の線が、今までになく生めかしくさえ見えたのである。私はその毛織物を震わせてくねくねとうごめく、彼女の獅子の曲線を眺めながら、まだ知らぬ着物に包まれた部分の彼女の肉体を悩ましくも心の内に描いてみるのだった。 そうしてしばらく話しているうちに、酒の酔いが私に素晴らしい計画を思いつかせた。それは、どこか人目につかぬ場所に家を一軒借りて、そこを静子と私との合引きの場所と定め、誰にも知られぬように二人だけの秘密の合う瀬を楽しもうということであった。その時私は女中が立ち去ったのを見届けて、浅ましいことを白状しなければならぬが、 いきなり雫を引き寄せ、彼女と第二の接吻を交わしながら、そして私の両手は彼女の背中のフランネルの手触りを楽しみながら、私はその思いつきを彼女の耳に囁いたのだ。すると彼女は私のこのぶしつけな仕草を拒まなかったばかりでなく、わずかに首をうなずかせて、私の申し出をも受け入れてくれたのである。 それから20日余りの彼女と私とのあのしばしばの相引きをただれ切った悪夢のようなその日その日を何とか記しるせばよいのであろう。私は根岸温厚の松のほとりに一軒の古めかしい土蔵付きの家を借り受け、留守は近所の駄菓子屋のおばあさんに頼んでおいて、静子と示し合わせては多くは昼日中そこへ落ち合ったのである。私はおそらく初めて女というものの情熱の激しさを凄まじさをしみじみと味った。 ある時は、静子と私とは、幼い子供に帰って、古ぼけた化け物屋敷のように広い家の中を、猟犬のように舌を出して、はくはっと肩で息をしながら、もつれ合って駆け回った。私がつかもうとすると、彼女はいるかみたいに身をくねらせて、巧みに私の手の中をすり抜けては走った。ぐったりと死んだように折り重なって倒れてしまうまで、私たちは息を限りに走り回った。 ある時は薄暗い土蔵の中にちょじこもって1時間も2時間も静まり返っていた。もし人あってその土蔵の入り口に耳を澄ましていたならば、中からさも悲しげな女のすすり泣きにこんって二重唱のように太い男の手放しの泣き声が長い間続いているのを聞いたであろう。だが、ある日、静子が芍薬の大きな花束の中に隠して、 例の六郎氏常用の外国製乗馬鞭を持ってきた時には私はなんだか怖くさえなった。彼女はそれを私の手に握らせて六郎氏のように彼女の裸の肉体を調着せよと迫るのだ。おそらくは長い間の六郎氏の残虐がとうとう彼女にその病壁を移し、彼女は飛躍式乗車の耐え難い欲望に苛まれる身となり果てていたのである。そして、 私もまた、もし彼女との会うせがこのまま半年も続いたなら、きっと六郎氏と同じ病に取りつかれてしまったにそういない。なぜと言って彼女の願いを退けかねて、私がその鞭を彼女のなよやかな肉体に加えたとき、その青白い皮膚の表面ににわかかに膨れ上ってくる、毒々しいミミズバレを見たとき、ゾッとしたことには私はある不可思議な優越をさえ覚えたからである。しかし、 私はこのような男女の常時を描写するために、この記録を書き始めたのではなかった。それらは、他実私がこの事件を小説に仕組むおりもっと詳しく書き記すこととして、ここにはその常時生活の間に、私が静子から聞き得た一つの事実を書き添えて送り止めよう。それは例の六郎氏のカズラのことであったが、 あれは正しく六郎氏がわざわざ注文してこさえさせたものでそうしたことには極端に神経質であった彼は静子との寝室の遊離の際絵にならぬ彼の鉦頭を隠すため静子が笑って止めたにもかかわらず子供のように真剣になってそれを注文しに行ったとのことであったなぜ今まで隠していたのと私が尋ねたら静子はだってそんなこと恥ずかしくって言えませんでしたわと答えた さて、そんな日が20日ばかりも続いた頃、あまり顔を見せないのも変だというので、私は口を拭って小山高を訪ね、静子に会って1時間ばかり、四月目らしく談話を交わした後、例のご出入りの自動車に送られて帰宅したのであったが、その自動車の運転手が、偶然にもかつて私が手袋を買い取った、青木民蔵であったことが、またしても私があの機械なじ昼夢へと引き込まれていくきっかけとなったのである。 手袋は違っていたが、ハンドルにかかった手の形も、古めかしい紺の春街灯も彼はワイシャツの上にすぐそれを着ていたその張り切った肩の格好も、前の風やけガラスも、その上の小さな鏡も、すべて約一ヶ月以前の様子と少しも違わなかった。それが私を変な心持ちにしていった。私はあの時、この運転手に向かって、大江春泥と呼びかけてみたことを思い出した。すると、私は妙なことに、 大江春泥の写真の顔や彼の作品のへんてこな筋や彼の不思議な生活の記憶で頭の中がいっぱいになってしまった。しまいにはクッションの私のすぐ隣に春泥が腰掛けているのではないかと思うほど彼を身近かに感じ出した。そして一瞬間ぼんやりしてしまって私は変なことを口走った。君、君、青木君。 この愛の手袋ね、あれは一体いつごろ小山田さんにもらったのだい。ええ。当運転手は一ヶ月前の通りに顔を振り向けて、あっきに取られたような表情をしたがそうですね。あれは、無論去年でしたが、十一月の確か長場から月給をもらった日で、よくもらい物をする日だと思ったことを覚えてますから、十一月の二十八日でしたよ。間違いありませんよ。 ええー、11月のねえ、28日なんだね。私はまだぼんやりしたまま、上ごとのように相手の返事を繰り返した。だが、旦那、なぜそう手袋のことばかり気になさるんですね。何かあの手袋に疑くでもあったのですか運転手はニヤニヤ笑ってそんなことを言っていたが、私はそれに返事もしないで、じっと風よけガラスについた小さな埃を見つめていた。 車が45丁走る間、そうしていた。だが、突然、私は車の中で立ち上って、いきなり運転手の肩を掴んで、怒鳴った。君、それは本当だね、11月28日ということは。君は裁判官の前でもそれが断言できるかね。車がふらふらとよろめいたので、運転手はハンドルを調節しながら。裁判官の前ですって、冗談じゃありませんよ。 だが、11月28日に間違いはありません。承認だってありますよ。私の助手もそれを見ていたんですから。青木は私があまり真剣なので、あっきに取られながらも真面目に答えた。じゃ、君、もう一度引き返すんだ。小山田さえ引き返すんだ。運転手はますます面食らって、 やや恐れをなした様子だったが、それでも私の言うがままに車を返して小山高の門前に着いた。私は車を飛び出すと、玄関へ駆けつけ、そこにいた女中を捕らえて、いきなりこんなことを聞きただすのであった。去年の暮れのすすはきの折、ここの家では日本館の本の天井板をすっかり剥がして悪洗いをしたそうだね。それは本当だろうね。 先にも述べた通り私はいつか天井裏へ登ったとき、静子にそれを聞いて知っていたのだ。女中は私が木でも違ったと思ったかもしれない。しばらく私の顔をまじまじと見ていたが。ええ、本当でございます。悪洗いではなく、ただ水で洗わせたのですけれど、悪洗い屋が来たことは来たのです。あれは暮れの十五日でございました。どの部屋の天井も、 でどの部屋の天井も。それを聞きつけたのか、奥から静子も出てきたが、彼女は心配そうに私の顔を眺めて、どうなすったのですと尋ねるのだ。私はもう一度さっきの質問を繰り返し、静子からも女中と同じ返事を聞くと、挨拶もそこそこに、また自動車に飛び込んで、私の宿へ行くように命じたまま、深々とクッションにもたれ込み、私の持ち前の泥のような妄想に陥っていくのだった。 小山高の日本館の天井板は昨年12月25日、すっかり取り外して水洗いをした。それでは、例の飾りボタンが天井裏へ落ちたのはその後でなければならない。しかるに一方では、11月28日に手袋が運転手に与えられている。天井裏に落ちていた飾りボタンが、その手袋から脱落したものであることは、先にしばしば述べた通り、疑うことのできない事実だ。 すると、問題の手袋のボタンは、落ちぬ先になくなっていたということになる。このアインシュタイン物理学の実例めいた不可思議な現象は、そもそもも何を語るものであるか、私はそこへ気がついたのであった。私は念のためにガレージに青木田溝を訪ね、彼の助手の男にも会って聞きただしてみたけれど、11月28日に間違いはなく、 また、小山高の天井洗いを引き受けた請負い人をも訪ねてみたが、12月25日に思い違いはなかった。彼は天井板をすっかり外したのだから、どんな小さな品物にしろ、そこに残っているはずはないと受け合ってくれた。それでもやはり、あのボタンは六郎氏が落としたものだと強弁するためには、こんな風にでも考える外はなかった。すなわち、手袋から取れたボタンが六郎氏のポケットに残っていた。 六郎氏はそれを知らずにボタンのない手袋は使用できぬので運転手に与えた。それから少なく見て一ヶ月後、多分は三ヶ月後に脅迫状が来始めたのは二月頃から出会った同志が天井裏へ登った時、誠に偶然にもボタンがそのポケットから落ちたという持って回った順序なのだ。手袋のボタンが街灯でなくて服のポケットに残っていたというのも変だし、手袋は多く街灯のポケットへしまうものだ。 そして、六く氏が天井裏へ街灯を着て登ったとは考えられぬ。いや、洋服を着て登ったと考えることさえ、かなり不自然だそれに六く氏のような金満紳士が暮れに着ていた服のままで春を越したとも思われぬではないか。これがきっかけとなって、私の心にはまたしても影中大江春殿への鐘がさしてきた。 六郎氏が残虐式乗者であったという近来の探偵小説めいた材料が私にとんでもない錯覚を起こさせたのではなかったか彼が外国製乗馬餅で雫を調達したことだけは疑いもない事実だけれどそして彼はやっぱり何者かのために殺害されたのではあるまいか大江俊であ、怪物大江俊霊の面影がしきりに私の心に粘りついてくるのだ。 一度そんな考えが芽生えるとすべての事柄が不思議に疑わしくなってくる。一回の空想小説家に過ぎない私に意見書に記したような推理があんなにいいと組み立てられたということも考えてみればおかしいのだ。現に私はあの意見書のどこやらにとんでもない錯誤が隠れているような気がしたものだから、一つは静ことの常時に夢中だったせいもあるけれど、走行のまま聖書もしないで放ってある。 事実私はなんとなく気が進まなんだ。そして今ではそれがかえってよかったと思うようにさえなってきたのだ。考えてみると、この事件には証拠が揃いすぎていた。私の行く先々に待ち構えていたように、ごあつらい向きの証拠品がゴロゴロしていた。当の大江春泥も彼の作品に言っていた通り、探偵は多すぎる証拠に出会った時こそ警戒しなければならないのだ。 第一夜の真に迫った脅迫状の筆跡が、私の妄想したように六郎氏の技術だったというのは、はだ考え難いことではないか。かつて本田も言ったことだが、たとえ春霊の文字は似せることができても、あの特徴のある文章を、しかも方面違いの実業家であった六郎氏にどうして真似ることができたのであろう。 私はその時まで、すっかり忘れていたけれど、春霊作一枚の切手という小説には、ヒステリーの田舎博士夫人が、夫を憎むあまり、博士が彼女の筆跡を手習わして、偽の書き置きを作ったような証拠を作り上げ、博士を殺人罪に陥れようと企んだ話がある。ひょっとしたら、春霊はこの事件にも、その同じ手を用いて、六郎氏を陥れようと図ったのではないだろうか。 見方によっては、この事件はまるで大江春泥の傑作集のごときものであった。例えば、天井裏の隙間は屋根裏の遊戯であり、証拠品のボタンも同じ小説の思いつきであるし、春泥の筆跡を手習いしたのは一枚の切手だし、静子の甲の生傷が残虐式乗車を暗示したのは B 坂の殺人の方法である。それから、ガラスの破片が突き傷をこさえたことといい、裸の死体が便所の下に漂っていたことといい、 その他事件全体が大江春泥の大衆に満ち満ちているのだこれは偶然にしてはあまりに奇妙な符号ではなかったか初めから終わりまで事件の上に春泥の大きな影がかぶさっていたのではなかったか私はまるで大江春泥の指図に従って彼の思うがままの推理を組み立ててきたような気がするのだ春泥が私に乗り移ったのではないかとさあ思われるのだ春泥はどこかにいる そして、事件の底から蛇のような目を光らせていたに相違ない。私は理屈ではなく、そんなふに感じないではいられなかった。だが、彼はどこにいるのだ。私はそれを下宿の部屋で、布団の上に横になって考えていたのだが、さすが肺臓の強い私も、この果てしのない妄想にはうんざりした。考えながら、私は疲れ果ててうとうとと眠ってしまった。 そして、妙な夢を見てはっと目が覚めたとき、ある不思議なことを思い浮かべたのだ。夜が更けていたけれど、私は彼の下宿に電話をかけて、本田を呼び出してもらった。君、大江春泥の彩君は丸顔だったと言ったね。私は本田が電話口に出ると、何の前置きもなく、こんなことを尋ねて彼を驚かした。ええ、そうでしたよ。本田はしばらくして、 私だとわかったのか、眠そうな声で答えた。いつも洋髪に言っていたのだね。ええ、そうでしたよ。禁眼鏡をかけていたのだね。ええ、そうですよ。金歯を入れていたのだね。ええ、そうですよ。歯が悪かったのだね。そして、よく頬にしつうどめの貼り薬をしていたというじゃないか。よく知ってますね、春泥のサイくんに会ったのですか いいや、桜木町の近所の人に聞いたのだよ。だが、君の会った時も、やっぱり質をやっていたのかね。へえ、いつもですよ。よっぽど歯のせいが悪いのでしょう。それは耳の方だったかね。よく覚えないけれど、耳のようでしたね。しかし、洋髪の若い女が、古風な質どめの貼り薬は少しおかしいね。今時そんなもの貼る人はないからね。そうですね。 だが一体どうしたんです。例の事件何か手がかりが見つかったのですか。まあそうだよ。詳しいことはそのうち話そうよ。と言ったわけで、私は前に聞いて知っていたことをもう一度念のために本田に正してみたのだった。 それから私は机の上の原稿紙にまるで期間の問題でも解くように様々な形や文字や公式のようなものをほとんど朝までも書いては消し書いては消ししていたのである。11そんなことでいつも私の方から出す合引きの打ち合わせの手紙が3日ばかり途切れたものだから待ちきれなくなったものか 静子から明日の午後三時頃、きっと例の隠れがえ来てくれるようにとの即達が来た。それには私という女のあまりにもみだらな正体を知ってあなたはもう私が嫌になったのではありませんか、私が怖くなったのではありませんかと演じてあった。私はこの手紙を受け取っても妙に気が進まなんだ。彼女の顔を見るのが嫌でしようがなかった。だが、それにもかかわらず、 私は彼女の指定してきた時間に温厚の松の下のあの化け物屋敷へ出向いていったそれはもう6月に入っていたが梅雨の前の底日のように憂鬱な空が押し付けるように頭の上に垂れ下って気違いみたいにムシムシと暑い日だった電車を降りて34丁歩く間に脇の下や席きなどがじくじくと汗ばんで触ってみると藤布のワイシャツがねっとりと湿っていた 静子は私よりも一足先に来て涼しい土蔵の中のベッドに腰掛けて待っていた。土蔵の二階にはおしき詰めベッドや長い椅子を置き、いくつも大型の鏡を並べなどして私たちは遊戯の舞台をできる竹効果的に飾り立てたのだが静子は私が止めるのも聞かず、にしろベッドにしろ出来合いではあったけれどバカバカしく高価な品をおしきもなく買い入れた。静子は派手な遊気つむにの一重物に 霧の落葉の刺繍を置いたクロシュスの帯を締めて、霊によってつやつやとした丸まねのつむりを伏せ、ペットの純白のシーツの上にふんわりと腰を下ろしていたが、洋風のちょうどと、江戸好みな彼女の姿とが、ましてその場所が薄暗い土蔵の2階なので、甚だしく異様な対象を見せていた。私は骨をなくしても変えようともしない、彼女の好きな丸まねのにおやかにつやつやしく輝いているのを見ると、すぐさま、そのまげが,ががっくりとして、 前髪がひしゃげたように乱れて、ねっとりした遅れ毛が首筋のあたりに巻きついている、あのみだらがましき姿を目に浮かべないではいられなかった。彼女はその隠れ家から帰る時には、見慣れた髪をときつけるのに、鏡の前で30分も費やすのが常であったから。この間、アクアライアのことをわざわざ聞きに戻っていらっしゃったのは、どうしたんですの。あなたの慌てようったらなかったのね。私。 どういうわけだかと考えてみたんですけど、わかりませんのよ。私が入っていくと、静子はすぐそんなことを聞いた。わからない。あなたには私は洋服の上着を脱ぎながら答えた大変なことなんだよ。僕は大間違いをやっていたのさ。天井を洗ったのが12月の末で、小山田さんの手袋のボタンの取れたのがそれより1月以上も前なんですよ。 だって、あの運転手に手袋をやったのが11月の28日だって言うから、ボタンの取れたのはその以前に決まっているんだからね。順序がまるであべこべなんですよ。マート・シズコは非常に驚いた様子であったが、まだはっきりとは事情が飲み込めぬらしくでも、天井裏へ落ちたのはボタンが取れたよりは後なんでしょう。バチには後だけれど、その間の時間が問題なんだよ。つまりボタンは小山田さんが天井裏へ登ったき、 その場で取れたんでなければ変だからね。正確に言えばなるほど後だけれど、取れると同時に天井裏へ落ちてそのままそこに残されていたのだからね。それが取れてから落ちるまでの間に1月以上もかかるなんて物理学の法則では説明できないじゃないか。そうね彼女は少し青ざめてまだ考え込んでいた。 取れたボタンが小山田さんの服のポケットにでも入っていて、それが1月のうちに偶然天井裏へ落ちたとすれば説明がつかぬことはないけれど、それにしても小山田さんは去年の11月に着ていた服で春を越したのかい。いいえ。あの人おしゃれさんだから年末にはずっと厚手の暖かい服に変えていましたわ。それご覧なさい。だから変でしょう。 じゃあと彼女は息を引いてやっぱり平田がと言いかけて口をつぐんだ。そうだよ。この事件には大江春泥の大衆があまり強すぎるんだよ。で、僕はこの間の意見書をまるで訂正しなければならなくなった。私はそれから前章に記した通り、この事件が大江春泥の傑作集のごときものであること、証拠の揃いすぎていたこと、気質があまりにも真に迫っていたことなど、 彼女のために簡単に説明した。あなたはよく知らないだろうが、春泥の生活というものが実に変なんだ。あいつはなぜ訪問者に会わなかったか、なぜあんなにもたびたび転居したり、旅行をしたり、病気になったりして、訪問者を避けようとしたか、おしまいには向島津崎町の家を無駄な費用をかけて、なぜ借りっぱなしにしておいたか、いくらじん糸井の小説家にもしろ、あんまり変じゃないか。 人殺しでもやる準備行為でなかったとしたらあんまり変じゃないか。私は静子の隣にベッドに腰を下ろして話していたのだが、彼女はやっぱり春泥の仕業であったかと思うと、にわかかに怖くなった様子で、ぴったりと私の方へ船体をすり寄せて、私の左の手首をむずがゆく握りしめるのであった。考えてみると、私はまるであいつの傀儡にされたようなものだね。 あいつのあらかじめこさえておいた偽証をそのままあいつの推理をお手本にしておさらいさせられたも同然なんだよ。あはは、私はおのずからあさけるように笑った。あいつは恐ろしいやっこですよ。僕のものの考え方をちゃんと飲み込んでいて、その通りに証拠をこしらえあげたんだからね。普通の探偵やなんかではダメなんだ。僕のような推理好みの小説家でなくては、 こんな周りくどいとっぴな想像ができるものではないのだからだがもし犯人が俊ゅだとするといろいろ無理ができてくるその無理ができてくるところがこの事件の難解なゆえんで俊ゅがそこの知れない悪者だというわけだけれどね 無理というのはね、先日めると二つの事柄なんだが、一つは例の脅迫状が小山田さんの死後ぱったり来なくなったこと、もう一つは日記帳だとか春霊の著書新青年なんかがどうして小山田さんの本棚に入っていたかということです。この二つだけは春霊が犯人だとするとどうも辻妻が合わなくなるんだよ。 たとえに貴重の例の欄外の文句は、小山田さんの筆壁を真似て書き込めるにしたところが、また新青年の口への鉛筆の跡なんかも、偽証を揃えるためにあいつが作っておいたとしたところが、どうにも無理なのは小山田さんしか持っていない、あの本棚の鍵を春殿がどうして手に入れたかということだよ。そして、あの書斎へ忍び込めたかということだよ。私はこの三日の間、その点を頭の痛くなるほど考え抜いたのだがね。 その結果、どうやら、たった一つの解決法を見つけたように思うのだけれど、僕はさっきも言ったように、この事件に春霊の作品の匂いが満ち満ちていることから、あいつの小説をもっとよく研究してみたら、何か解決の鍵がつかめやしないかと思って、あいつの著書を出して読んでみたんだよ。 それに羽ね、あなたにはまだ言ってないけれど、広文館の本田という男の話によると、春殿がとんがり棒に道家服くという変な姿で浅草公園にうろついていたというんだ。しかもそれが広告屋で聞いてみると、公園の不老人だったとしか考えられないんだ。春殿が浅草公園の不老人の中に混っていたなんて、まるでスチブンソンのジーキル博士とハイド、みたいじゃないか。 僕はそこへ気づいて、春霊の著書の中から似たようなのを探してみると、あなたも知っているでしょう。あいつが行方不明になるすぐ前に書いたパノラマ国という長編と、それよりは前の作の一人に役という短編と二つもあるのです。それを読むと、あいつがジーキル博士、好きなやり方にどんなに魅力を感じていたかよくわかるのだ。つまり、一人でいながら二人の人物に化けることにね。 私怖いわ、静子はしっかり私の手を握りしめて言ったあなたの話し方、君が悪いのね。もうよしましょうよ、そんな話。こんな薄暗い蔵の中じゃ嫌ですわ。その話は後にして、今日は遊びましょうよ。私、あなたとこうしていれば、平田のことなんか思い出しもしないのですもの。まあご聞きなさい。あなたにとっては命に関わることなんだよ。 もし春霊がまだあなたを付け狙っているとしたら私は恋の遊戯どころではなかった。僕はまた、この事件のうちから、ある不思議な一致を二つだけ発見した。学者臭い言い方をすれば、一つは空間的な一致で、一つは時間的な一致なんだけれど、ここに東京の地図がある私はポケットから用意してきた簡単な東京地図を取り出して、指で指し示しながら僕は大江春霊の点々として移り歩いた住所を。 本土と木坂田署の,署の署長から聞いて覚えているが、それは池袋、牛込菊井町、根西、谷中初音町、二堀金杉、神田末広町、上野桜木町、本所柳島町、向島須崎町と、大体こんな風だった。このうち池袋と牛込菊井町だけは大変離れているけれど、厚の7カ所はこうして地図の上で見ると、東京の東北の隅の狭い地域に集っている。 これは春霊の大変な失策だったのですよ。池袋と牛込が離れているのは春霊の文明が昇って、訪問記者などが押しかけ始めたのは根岸時代からだという事実を考え合わせるとよくその意味が分ける。つまりあいつは菊井町時代までは全て原稿の用事を手紙だけで済ませていったのだからね。ところで根岸以下の7箇所をこうして線でつないでみると、 不規則な演習を描いていることが分けるが、その縁の中心を求めたならば、そこにこの事件解決の鍵が隠れているのだよ。なぜそうだかということは、今説明するけれど。その時、静子は何を思ったのか、私の手を離して、いきなり両手を私の首に巻きつけると、八重のもなりさの唇から白い刃を出して怖いと叫びながら、彼女の方を私の方に、彼女の唇を私の唇にしっかりとくっつけてしまった。 レアしばらくそうしていたが、唇を離すと、今度は私の耳を人差し指で、巧みにくすぐりながら、そこへ口を近づけて、まるで子守かのような甘い調子で、ぼそぼそと囁くのだった。私、そんな怖い話で大切な時間を消してしまうのが惜しくてたまらないのですわ。あなた、あなた、私のこの日のような唇がわかりませんの、この胸の鼓動が聞こえませんの。さあ、私を抱いて、 い、ね、私あたしを抱いて。もう少しだ。もう少しだから辛抱して僕の考えを聞いてください。その上で、今日はあなたとよく相談しようと思ってきたのだから私は構わず話し続けていった。それから時間的の位置というのはね、春泥の名前がぱったり雑誌に見えなくなったのは私はよく覚えているが、おととしの暮れからなんだ。それとね、小山田さんが外国から帰朝した時と、あなたはそれがやっぱり、 一昨年の暮れだって言ったでしょう。この二つがどうして、こんなにぴったり一致しているのかしら。これが偶然だろうかね。あなたはどう思う。私がそれを言い切らぬうちに、静子は部屋の隅から例の外国製乗馬鞭を持ってきて、無理に私の右手に握らせると、いきなり着物を脱いで、うつむきにベッドの上に倒れ、むき出しの滑らかな肩の下から、顔けを私の方に振り向けて、 それがどうしたの、そんなこと、そんなことと何か役の分からぬことを気違いみたいにくちばしったがさ、ぶって。ぶって。と叫びながら上半身を波のようにうねらせるのであった。小さな像の窓からネズミ色の空が見えていた。電車の響きであろうか、遠くの方から雷鳴のようなものが私自身の耳鳴りにこんっておどろおどろと聞こえてきた。 それはちょうど空から魔物の軍勢が押し寄せてくる人大湖のように気味悪く思われた。おそらくあの天候と土蔵の中の異様な空気が私たち二人を気違いにしたのではなかったか。静子も私も後になって考えてみると正気の里ではなかったのだ。私はそこに横あってもがいている彼女の汗ばんだ青白い全身を眺めながら執要にも私の推理を続けていった。 一方ではこの事件の中に大江春霊がいることは火のように赤な事実なんだ。だが一方では日本の警察力が丸二ヶ月かかってもあの有名な小説家を探し出すことができず、あいつは煙みたいに完全に消え去ってしまったのだ。ああ、僕はそれを考えるさえ恐ろしい。こんなことが悪夢でないのが不思議ないだ。なぜ彼は小山田静子を殺そうとはしないのだ ふっつりと脅迫状を書かなくなってしまったのだ。あいつはどんな忍術で小山田さんの書斎へ入ることができたんだ。そして、あの錠前付きの本棚を開けることができたんだ。僕はある人物を思い出さないではいられなかった。外でもない、女流探偵小説家平山秀子だ。世間ではあれを女だと思っている。作家や記者仲間でも女だと信じている人が多い。 秀子の家は毎日のように愛読者の青年からのラブレターが舞い込むそうだ。ところが本当は彼は男なんだよ。しかも歴史とした政府の御役人なんだよ。探偵作家なんてみんな僕にしろ、春姉にしろ、平山秀子にしろ、怪物なんだ。男でいて女に化けてみたり、女でいて男に化けてみたり、陽気の趣味が高じるとそんなところまで行ってしまうのだ。ある作家は、 夜女装をし浅草をぶらついたそして男と恋の真似事さえやった私はもう夢中になって気違いのようにしゃべり続けた顔中にいっぱい汗が浮かんでそれが気味悪く口の中へ流れ込んださあ静子さんよく聞いてください僕の推理が間違っているかいないか春泥の住所をつないだ円の中心はどこだこの地図を見てください あなたの家だ。浅草さんの宿だ。皆あなたの家から自動車で十分以内のところばかりだ。小山田さんの貴重と一緒に、だぜ春霊は姿を隠したのだ。もう茶の湯と音楽の稽古に通えなくなったからだ。わかりますかあなたは小山田さんの留守中、毎日午後から夜に入るまで茶の湯と音楽の稽古に通ったのです。 ちゃんとお膳立てをしておいて、僕にあんな推理を立てさせたのは誰だったあなたですよ、僕を博物館で捉えて、それから自由自在に操ったのは。あなたなれば、日記帳に勝手な文句を書き加えることだって、その外の証拠品を小山田さんの本棚へ入れることだって、天井やボタンを落としておくことだって自由にできるのです。僕はここまで考えたのです。外に考え様がありますか さあ、返事をしてください。返事をしてください。あんまりです。あんまりですらイの子がわっと悲鳴を上げて私に取りすがってきた。そして、私のワイシャツの上に顔をつけて熱い涙が私の肌に感じられたほどもさめざめと泣き入るのだった。あなたはなぜ泣くのです。さっきからなぜ僕の推理を止めさせようとしたのです。 当たり前なればあなたには命がけの問題なのだから聞きたがるはずじゃありませんかこれだけでも僕はあなたを疑わないではいられぬのだ。お聞きなさい。まだ僕の推理はおしまいじゃないのだ。大江春泥の細君はなぜメガネをかけていた、金歯をはめていた、う度目の貼り薬をしていた、洋髪にゆって丸顔に見せていた。あれは春泥のパノラマ国の変装法そっくりじゃありませんか 春霊はあの小説の中で日本人の変装の極意を解いている。髪型を変えること、メガネをかけること、含み面をすること、それからまた一線どうかの中では丈夫な歯の上に夜店のメッキの金歯をはめる思いつきが書いてある。あなたは人目につきやすいエヴァを持っている。それを隠すためにメッキの金歯をかぶせたのだ。あなたの右の方には大きな黒子がある。 それを隠すためにあなたは湿止めの張り薬をしたのだ。洋髪に言って売りザネ顔を丸顔に見せるくらいなんでもないことだ。そうしてあなたは春泥のサ君に化けたのだ。僕はおとといホンにあなたを好き見させて春泥のサ君と似ていないかを確かめた。本田はあなたの丸まげを洋髪に変え、メガネをかけ、金歯を入れさせたら、春泥のサ君にそっくりだと言ったじゃありませんかさあ、言っておしまいなさい。 すっかりわかってしまったのだ。これでもあなたはまだ僕をごまかそうとするのですか私はこを突き放した。彼女はぐったりとベッドの上に倒れかかり、激しく泣き入っていつまで待っても答えようとはしない。私はすっかり興奮してしまって、思わず手にしていた乗馬鞭を振るって、ぴしりと彼女の裸の背中へ叩きつけた。私は夢中になって、これでもか、これでもかと、いくつもいくつも打ち続けた。 みみるみる彼女の青白い皮膚は赤味走ってやがてミミズの張った形に真っ赤な血がにじんできた彼女は私の無知の下にいつもするのと同じみだらな格好で手足をもがき身をくねらせたそして耐えるばかりの息の下からひらたひらたと細い声で口走った「ひらたああ,あなたはまだ私をごまかそうとするんだな」 あなたが春霊のサ君に化けていたなら、春霊という人物は別にあるはずだとでも言うのですか春霊なんているものか。彼は全く架空の人物なんだ。それをごまかすために、あなたは彼のサ君に化けて雑誌記者なんかに会っていたのだ。そして、あんなにもたびたび住所を変えたのだ。しかしである人には、 まるで架空の人物ではごまかさないものだから浅草公園の不老人を雇って座敷に寝かしておいたんだ春泥が同家服の男に化けたのではなくて同家服の男が春泥に化けていたんだ静子はベッドの上で死んだようになって黙り込んでいたただ彼女の背中の赤み水きがまるで生きているかのように彼女の呼吸につれてうごめいていた 彼女が黙ってしまったので、私もいくらか興奮が冷めていった。静子さん。僕はこんなにひどくするつもりではなかった。もっと静かに話してもよかったのだ。だがあなたがあんまり私の話を避けよう避けようとするものだから、そしてあんな筐体でごまかそうとするものだから、僕もつい興奮してしまったのですよ。勘弁してくださいね。 ではねあなたは口をきかなくてもいい僕があなたのやってきたことを順序を立てて言ってみますからねもし間違っていたらそうではないと一言言ってくださいねそうして私は私の推理をよくわかるように話し聞かせたのであるあなたは女にしては珍しい理智と文才に恵まれていたそれはあなたが私にくれた手紙を読んだだけでも十分わかるのです そのあなたが匿名でしかも男名前で探偵小説を書いてみる気になったのはちっとも無理ではありません。だが、その小説が意外に好評を博した。そして、ちょうどあなたが有名になりかけた自分に小山田さんが2年間も外国へ行くことになった。その寂しさを慰めるため、かつはあなたの良奇癖を満足させるため、あなたはふと一人最悪という恐ろしいトリックを思いついた。 あなたは、一人二役という小説を書いているが、その上を言って、一人最悪という素晴らしいことを思いついたのです。あなたは平田一郎の名前で、根岸に家を借りた。その前の池袋と牛込とはただ手紙の受け取り場所を作っておいただけでしょう。 そして、エンジ人ン病や旅行などで、平田という男性を世間の目から隠しておいて、あなたが変装をして平田夫人に化け平田に代わって原稿の話まで一切切り回していたのです。つまり原稿を書くときには大江春霊の平田になり、雑誌記者に会ったり、家を借りたりするときには平田夫人になり、山の宿の小山高では小山田夫人になりすましていたのです。つまり一人三役なのです。 そのためにあなたはほとんど毎日のように午後一杯、茶の湯や音楽を習うのだと言って、家を開けなければならなかった。半日は小山田夫人、半日は平田夫人と一つ身体を使い分けていたのです。それには髪も言い換える必要があり、着物を着替えたり変装をしたりする時間がいるので、あまり遠方では困るのです。そこで、 あなたは住所を変えるとき、山の宿を中心に自動車で10分いのところばかり選んだわけですよ。僕は同じ病気のいたずらなんだから、あなたの心持ちがよくわかります。随分苦労な仕事ではあるけれど、世の中にこんなにも魅力のある遊戯はおそらく外にはないでしょうからね。僕は思い当たることがありますよ。いつかある批評家が春霊の策を表して、 女でなければ持っていない不愉快なほどの再理心に満ち満ちている。まるで暗闇にうごめく風邪中のようだと言ったのを思い出しますよ。あの批評家は本当のことを言っていたのですね。そのうちに短い二年がかこって、小山田さんが帰ってきた。もうあなたは元のように一人二役を務めることはできない。そこで大江春霊の行方不明ということになったのです。 でも、春霊が極端なジ人描写だということを知っている世間は、その不自然な行方不明を指して疑わなかった。だが、あなたがどうしてあんな恐ろしい罪を犯す気になったか、その心持ちは男の僕にはよくわからないけれど、変態心理学の書物を読むと、ヒステリー性の夫人はしばしば自分で自分に当てて脅迫状を書き送るものだそうです。日本にも外国にもそんな実例はたくさんあります。 つまり自分でも怖がり他人にも気の毒になってもらえどい心持ちなんですね。あなたもきっとそれなんだと思います。自分が化けていた有名な男性の小説家から脅迫状を受け取る。なんという素晴らしい魅力でしょう。同時にあなたは年をとったあなたの夫に不満を感じてきた。そして夫の不在中に経験した変態的な自由の生活に闇がたい憧れを抱くようになった。 いや、もっと突っ込んで言えば、かつてあなたが春霊の小説の中に書いた通り、犯罪そのものに、殺人そのものに、言い知れぬ魅力を感じたのだ。それにはちょうど春霊という完全に行方不明になった架空の人物がある。この者に権利をかけておいたならば、あなたは永久に安全でいることができた上、嫌な夫には別れ、莫大な遺産を受け継いで、半生を買って気ままに振る舞うことができる。 だだがあななたた。ははそれだけでは満足しなかった万全を期するため二重の予防線を張ることを考えついたそして線みたしされたのが僕なんですあなたはいつも春霊の作品を非難する僕をまんまと傀儡に使って敵討ちをしてやろうと思ったのでしょうだから僕があの意見書を見せた時にはあなたはどんなにかおかしかったことでしょうね僕をごまかすのは造作もなかったですね 手袋の飾りボタン、日記帳、新青年、屋根裏の遊戯それで十分だったのですからね。だが、あなたがいつも小説に書いているように、犯罪者というものはどこかにほんのつまらないしくじりを残しておくものですね。あなたは小山田さんの手袋から取れたボタンを拾って、大切な証拠品に使ったけれど、それがいつ取れたかをよく調べてみなかった。その手袋がとっくの昔、運転手に与えられたことを少しも知らずにいたのです。 なんというつまらないしくじりだったでしょう。小山田さんの致命傷はやっぱり僕の前の推察の通りだと思います。ただ違うのは、小山田さんが窓の外から覗いたのではなくて、多分はあなたと上智の遊戯中にだからあのカズラを被っていたのでしょう。あなたが窓の中から突き落としたのです。さあ、静子さん。僕の推理が間違っていましたかなんとか返事をしてください。 できるなら僕の推理を打ち破ってください。ねえ、静子さん。私はぐったりしている静子の肩に手をかけて軽く言った。だが、彼女は恥と後悔のために顔を上げることができなかったのか、身動きもせず一言も物を言わなかった。私はゆいたびいたけ言ってしまうと、がっかりしてその場に呆然と立ち尽くしていた。私の前には昨日まで私の無二の恋人であった女が、 傷つけるゅうの正体をあらわにして倒れているそれをじっと眺めているといつか私の目は熱くなったでは僕はこれで帰ります私は気を取り直して言ったあなたは後でよく考えてくださいそして正しい道を選んでください僕はこの1月ばかりの間あなたのおかげでまだ経験しなかった上ょの世界を見ることができました そして、それを思うと今でも僕はあなたと離れ難い気がするのです。しかし、このままあなたとの関係を続けていくことは僕の両親が許しません。僕は道徳的に人一,一倍敏感な男なのです。ではさようなら。私は静子の背中の耳ズバレの上に心を込めた切吻を残して、しばらくの間彼女との上地の舞台であった私たちの化け物屋敷を後にした。 空はいよいよ低く、気温は一層高まってきたように思われた。私は身体中不気味な汗に浸りながら、その癖派と歯をカチカチ言わせて、気違いのようにふらふらと歩いていった。12。そして、その翌日の夕刊で、私は静子の自殺を知ったのだった。 彼女はおそらくはあの洋館の2階から小山田六郎氏と同じ隅田川に身を投じて覚悟の推しを遂げたのである運命の恐ろしさは隅田川の流れ方が一定しているために起こったことではあろうけれど彼女の死体はやっぱりあの東橋下の汽船発着所のそばに漂っていて朝通行人に発見されたのであった何も知らぬ新聞記者は彼の記事の後へ小山田夫人はおそらく 夫六郎氏と同じ犯人の手にかかって、会えない最後を遂げたものであろうとふくわえた。私はこの記事を読んで、私のかつての恋人の可哀うな死に方を哀れみ、深い哀愁を覚えたが、それはそれとして、静子の死は彼女が彼女の恐ろしい罪を自白したも同然で、誠に当然の成り行きであると思っていた。一月ばかりの間は、そんな小でに信じきっていた。 だが、やがて、私の妄想の熱度が、徐々に冷えていくに従って、恐ろしい疑惑が頭をもたげてきた。私は一言さえも、子の直接の残悔を聞いたわけではなかった。様々な証拠が揃っていたとはいえ、その証拠の解釈はすべて私の空想であった。二に二を加えて四になるというような、厳正不動のものではありえなかった。現に、私は運転手の言葉とアクアライアの証言だけをもって、 あの一度組み立てたまことしやかな推理を様々な証拠をまるで正反対に解釈することができたではないか。それと同じことがもう一つの推理にも起こらないとどうして断言できよう。事実、私はあの土蔵の二階で静子を責めた際にも最初は何もああーまでするつもりではなかった。静かに訳を話して彼女の弁明を聞くつもりだった。 それが話の半ばから彼女の態度は変に私の邪推を誘ったので、ついあんなに手ひどく断定的にものを言ってしまったのだ。そして最後にどど念を押しても彼女が押し黙って答えなかったので、てっきり彼女の罪を肯定したものと独りが点をしてしまったのだった。だがそれはあくまでも独りが点ではなかったであろうか。なるほど彼女は自殺をした。だが果たして自殺であったか 他殺。他殺だとしたら消し人は何者だ。恐ろしいことだ自殺をしたからと言って、それが果たして彼女の罪を称することになるであろうか。もっと外に理由があったかもしれないではないか。例えば、頼りと思う私からあのように疑い責められ、全く言いとくすべがないと知ると心の狭い女の身では一時の激動から、ついよう果敢な向きになったのではあるまいか。 とすれば、彼女を殺した者は手こそ下さね、あかりかにこの私であったではないか。私はさっき他殺ではないと言ったけれど、これが他殺でなくて何であろう。だが、私がただ一人の女を殺したかもしれないという疑いだけなれば、まだしも忍ぶことができる。ところが、私の不幸な妄想癖は、もっともっと恐ろしいことさえ考えるのだ。彼女はあかりかに私を恋していた。 恋する人に疑われ、恐ろしい犯罪人として責めさいなまれた女の心を考えてみなければならない。彼女は私を恋すればこそ、その恋人の時固い疑惑を悲しめばこそ、ついに自殺を決心したのではないだろうか。またたとえ、私のあの恐ろしい推理が当たっていたとしてもだ。彼女はなぜ長年連れ添った夫を殺す気になったのであろう。 自由か、財産か、そんなものが一人の女を殺人罪に陥れるほどの力を持っていただろうか。それは恋ではなかったかそして、その恋人というのは外ならぬ私ではなかったかああ、私はこの世にも恐ろしい疑惑をどうしたらよいのであろう。静子が殺人者であったに知らなかったにしろ、私はあれほど私を恋したっていたかわいそうな女を殺してしまったのだ。 私は私のケチな道義の念を呪わずにはいられない。世に恋ほど強く美しいものがあろうか。私はその清く美しい恋を同学者のようなカタな,な心で無残にも打ち砕いてしまったのではないか。だがもし彼女が私の想像した通り王へ旬でその人であって、あの恐ろしい殺人罪を犯したのであれば、私はまだいくらか休んずるところがある。 とはいえ、今となって、それがどうして確かめられるのだ。小山田六郎氏は死んでしまった。小山田静子も死んでしまった。そして、大井春霊は永久にこの世から消え去ってしまったとしか考えられぬではないか。本田は静子が春霊の細君に似ていると言った。だが似ているというだけでそれが何の証拠になるのだ。私は幾度も糸崎賢庁を訪ねて、 その後の経過を聞いてみたけれど、彼はいつも曖昧な返事をするばかりで、大江春で捜索の見込みがついているとも見えぬ。私はまた、人を頼んで、平田一郎の故郷である静岡の町を調べてもらったけれど、彼が全く架空の人物であってくれればという空田のみの会もなく、今は行方不明の平田一郎なる人物があったことを報じてきた。だが、たとえ平田という人物が実在していたところで、 彼が誠の静子のかつての恋人であったところで、それが大井春霊であり、六郎氏殺害の犯人であったと、どうして断定することができよう。彼は今現にどこにもいないのだし、静子はただの昔の恋人の名を、一人三役の一人の本名に利用しなかったとは言えないのだから。さら,らに、私は親戚の人の許しを得て、静子の持ち物、手紙類などをすっかり調べさせてもらった。それから何等かの事実を探り出そうとしたのだ。 しかしこの試みも何のもたらすところもなかった。私は私の推理癖を、妄想癖を悔やんでも悔やんでも悔やみ足りないほどであった。そして、できるならば、平田一郎の大江春霊の行方を探すために、たとえそれが無駄だとはわかっていても、日本全国をいや世界の果てまでも、一生涯巡礼をして歩きどいほどの気持ちになっている。 だが、春殿が見つかって、彼が弟子人であったとしても、またなかったとしても、夫と違った意味で私の苦痛は一層深くなるかもしれないのだが、静子が悲惨な死を遂げてからもう半年にもなる。だが、平田一郎はいつまで経っても現れぬのだ。そして、私の取り返しのつかぬ恐ろしい疑惑は、日と共に月と共に深まっていくばかりである。